あ、こんにちは。オープン NA という YouTube 配信なんですけど、月に1回か2ヶ月に1回ぐらいで我々の、技術領域メタマテリアルやコンピューテーショナルデザインに関連のある、業界分野の、トップランナーの方をお招きしてレクチャーをしていただいたり、まあ、議論させていただいているっていう状、まあ、そういうところを配信して、まあ、我々の業界であったり、まあ、ゲストの方の業界をいろいろ盛り上げていこうという YouTube 配信です。で、今週は、もう2回この配信をやってるんで、結構頻度高いんですけど、今日のゲストはですね、まずソニー CSL から、酒井さんという、研究者をお呼びしています。この後、まあ、自己紹介も含めて、酒井さんの、まあ、ご経歴や、ソニー CSL でやられている活動についても触れようと思います。で、今回そのちょっと異例でゲストが2人いまして、我々ネイチャーアーキテクツからもゲストがいます。取締役で、研究開発のリーダーをしている須藤海が来ています。で、なんでこの3人体制なのかっていうと、我々その共同研究をしていまして、酒井さんと、我々ネイチャーアーキテクツで、今回論文を書きました。で、ざっくり言うと、機械学習を使って、変形する、構造物、例えば、これちょっと難しいかもしれないけど、そのたくさん構造物が大きく変形するような問題をシミュレーションするってことを考えるときに結構時間がかかっちゃうんですよね。計算コストがたくさんかかるんですけど、そういったものを機械学習を使って大幅に高速化するような、研究をしました。で、手法の汎用性であったり、手法の面白さ、その結果の面白さとか、さまざまな、世界最先端の面白さがあるので、今日は、ライブデモンストレーション、実際にソフトウェアが動いているところを交えながら、我々から我々の論文について、共同研究の内容について詳しく、説明していこうと思います。で、ちょっと難しい内容もあるんですけど、構造力学だったり、理系の、学部大学を出ている方とか修士を出ている方でもついてこれるような、難易度の配信を心がけて、これからお話をしていこうと思います。なんで諦めずにというか、我々としては頑張って、いろんな方に理解してもらおうっていう心持ちで、お話をしていこうと思います。で、ちょっと最初に私から、お話をするんですけど、はい、ありがとうございます。一応我々ネイチャーアーキテクツの話をちょっと、知ってもらおうっていうことで、ちょっとお話をします。で、我々ネイチャーアーキテクツはですね、暗くなっちゃった、ちょっと待ちますね。ちょっと難しかったら大丈夫ですけど、来ましたね。今これ動画流れてるんですけど、我々構造設計によってですね、ちょっと調子悪いですね。これ僕のそのまま話しちゃいます。先週も見ていただいた方いるかもしれないんですけど、我々はですね、いろんな構造物を設計して、部品や製品を作るっていうことをしてます。例えばこれ最近よくこればっか見せてるんですけど、変形する物体、こういうものですね。で、これちょっと変な変形してると思います。なんか全体が拡大縮小するような。で、例えば、こういう構造の設計をして、音響を遮断したり振動を遮断したり、あるいは振動を逆に効果的に伝えたり、あと、熱をマネジメントする、熱を制御するような構造設計をしたりだとか、さまざまな物理的な機能を、構造によって、こういう形ですね、によって制御して、部品を作ったり、あと製品の中にこういう構造設計を組み込んで、例えば、音があまりしないエアコンの室外機 を設計しようと試みていたりとか、さまざまな機能を伴う、部品製品の設計っていうものをしているっていうのが我々ネイチャーアーキテクツになります。で、そういった特殊なこういう設計をしている、会社組織っていうのは多分、世界でもかなり、珍しくてですね、従来の CAD、ソフトウェア設計のソフトウェアだったり解析のソフトウェアを使うだけでは、こういう設計をたくさんのクライアントに対してクイックに設計を提供することができないっていうところがあります。なので我々はですね、設計の会社なんですけど、同時に設計をするための設計技術、設計ソフトウェアも社内で内製して運用して、様々な設計の仕事をしてますと。
で今日はですね、その設計技術のかなりコアな部分を支えるシミュレーションを大幅に高速化して、まあ、シミュレーションをするだけじゃなくてシミュレーションを使った設計につながるような、機械学習を使ったシミュレーションを高速化する技術に関する、研究、我々ネイチャーアーキテクツとソニー CSL の酒井さんとの共同研究について、詳しく話していこうと思います、よろしくお願いいたします。でまずはですね、ソニー CSL の酒井さんの自己紹介と今CSL でやられている研究についてちょっと伺っていこうと思います。ということで、そうですね、この配線を。多分僕のあれなんだよな、このこっち側が多分悪さしてたんだよな。あ、すみません。うん、よかったです。はい、よかったです。はい、よろしくお願いします。ソニー CSL という、まあ、会社の、研究員をやってます酒井です。ビヨンドメカニカルプロパティス、既存の設計法では、決して作れない人類未踏の構造を作るというような、研究、目標を、定めていて、まあ、そういう道なき道とか、まあ、原野を切り開くというようなメッセージを込めたタイトルとして、まあ、まず、僕のまあ自己紹介、みたいなところから、今回の、発表を始めたいと思います。で、まあ、簡単に、経歴等をお話しすると、建築のバックグラウンドを持ってまして、主に、構造系ですね、計画系、構造系、環境系と、まあ、大体3分野に分けた時の構造系に相当する、ところの勉強研究をしてきました。で、学部から博士まで9年間ずっと京都大学にいまして、学部の4回生の研究室配属の時に、大崎誠先生という、まあ、構造力学とか、まあ、計算工学、まあ、構造最適化の分野で、まあ、著名な先生の下で、まあ、修行を積みまして、今年の3月に、博士を取りました。でその後、ソニー CSL の、京都研究室という2020年4月に、できました、まあ、比較的新しい、これから、まあ、どんどん新しいことをやっていこうというような、まあ、小規模な、研究室に所属してまして、そこで、研究を続けています。でネイチャーアーキテクツとのコラボレーションというのは実は、博士課程の、在学時に、すでに始まっていて、まあ、なんかこの人たち面白そうだなっていう、まあ、そういう何て言うんでしょうね、まあ、軽い気持ちからといったらあれですけど、まあ、なんか面白いことをしている人間がいるぞと、人たちがいるぞというところで、まあ、コラボレーションさせていただいて、まあ、今日みたいな、成果発表のところまでたどり着いたというような、形になっています。でもともとその私が なぜ、研究をしているかというと、まあ、人が何かを作る行為というものに、まあ、興味があった、創作っていうのは人の、まあ、根源的な揺るがない部分であるというふうに、まあ、思っていたということで、まあ、研究を、まあ、建築の世界に飛び込んでみて、まあ、実際にどういうモチベーションとしてその自分の研究をやっているかっていうと、まあ、この写真はもう皆さん見飽きてるかと思うんですけれども、ザハディド、ザハの出した新国立競技場の案ですね。結局はこれは実現しなかったため別のものが今立っているということになっているわけですけれども、こういうものはまあ、アンビルド建築と呼ばれまして、まあ、形にならなかった、しかしこういった人々の想像、妄想みたいなものをどうやって物理的に、力学的に形にするかというところに、まあ問いを、定めまして、で その問いに対して答えるというような、モチベーションでやってます。で加えて、こちらはですね、ジュール・ベルヌというフランスの作家、1828年生まれというもう150年くらい前に、活躍された SF の父とか呼ばれる、作家ですけれども、彼が語っているのは、
まあ、人間が想像できることは人間が必ず実現できるという、まあ、下のフランス語は僕には読めないんですけれども、まあ、そういうことを語ったというふうに言われています。で、まあ、こういうロマンを持って何かを想像する人たちっていうのに、まあ、刺激を受けて、まあ、今の研究をやってます。じゃあ具体的に何をしているかっていうと、まあ、国際的にはフォームファインディングと呼ばれるような、研究分野においてまあ、どんどん新しい手法を作っていくというようなことをやってます。でフォームファインディングっていうのは何かと言いますと、建築っていう、例えば建築だとすると、まあ、建築家が設計したものに対してその後に構造設計という段階で構造設計者がそこにかかる力や、何やら力学的な要素っていうものを調べるっていうようなスタイルをとって通常建築というものは建てられるんですが、そうではなくって、構造家と呼ばれる人たちが構造的なアプローチをとって、すでに形のあるものの力学特性を調べるだけではなくって、その力学特性を利用して新しい形を生み出す、そういった、研究を、研究分野がフォームファインディングです。で、簡単に説明すると、もともとこういう、左のような、まあ図があるんですけど、これは寒い冬の夜にハインツ・イスラーという、まあ、著名な構造家がいますが、そのイスラーが、寒い冬の夜に濡らした布をこうやってなんか洗濯バサミみたいなもんで止めてこう置いといたんですね。そうすると、朝になって、まあ、十分寒い夜だと、まあ、朝になるともうこうカチコチン凍っているわけです。でこの時のカチコチン凍った形っていうのは、夜の間にその布が重力を受けて、もう動かなくなった時の形にフローズンされていると、そういったものっていうのはひっくり返、朝になってひっくり返すと、重力に対して非常に合理的な形になっているっていうような、そういう考え方をして、構造の形を求めていく、これがフォームファインディングの基本的な、考え方です。で、まあ、計算機が登場して、まあ、コンピューターですね、コンピューターが登場して計算技術が発展していくと、これを計算機の中で、実際に模型を使わずとも計算機の中で、できるようになってきた。つまり物理的なモデルでやっていたことを、デジタルに置き換えて再現することができるようになってきました。つまりここから何が始まるかというと、リアルで検証できないものをデジタルに、計算で検証できるようになってきたわけです。で実際に、まあ、どういう具体的に、まあ、なんかどういうことをやって、どうこう置き換わってきたかっていうのを、まあ、ちょっと僕のやった研究をなぞらえて説明、まあ、簡単に説明しますと、まず力の式っていうのが、まあ、左にあるわけです。これはプッチャーズイクエーションと呼ばれる、まあ、いきなり専門用語が出てきて恐縮なんですけれども、まあシェルって呼ばれるようなコンクリートのような圧縮に強い薄い板でできたようなものに対してかかる重力と、その板の中で発生している応力の釣り合い関係を表した式です。まあ簡単に言うと、ものすごくざっくり言うと、これを解けば重力に従う理想的なシェルの形が求まるということになるわけなんですけれども、実際に人間が手計算すると、まあこれはとてもじゃないけど解けないと、まあ解けてもまあ限定的であるということが言えて、まあどうするかというと、コンピューターに放り込むわけですね。そうすると手計算で求められなかったものが数値的に処理できて、しかも高速に解けてしまう、すると、まあ、右のような形で、まあ、これはかなり速度を落としてるんですけれども、アニメーションが動いてますね。これかなり速度を落としてますけど、実際はもう本当にエンターボタンを押した瞬間にこういう形がパッと出てくるというような世界が待ってるわけです。でそうすると計算機の助けを借りることによって、まあ、シェルの形状っていうものを高速かつ多様にもう探索しまくれるわけです。そうするとどうなるかというと、物理実験のハードルと人間の発想力の限界を、まあ、簡単に突破できると。でしかも出てくるものは、まあ、ある程度妥当性のある、力学的に合理性のある形状が出てくるというふうに、言うことができて、まあそういう、コンピューターに何かをさせて、リアルを超えていくっていうようなことをフォームファインディングではやっています。で、人類っていうのは、まあ、いきなり人類とか言って主語が大きくなんですけども、まあ、こういう形で、まあ、いろんな制約を突破したがる生き物ではないかと、僕は考えていて、まあ、制約を作るのも大好きだとは思うんですけれども、まあ、先ほどの例のように、まあ、重力も例外ではないと。重力に
あ、まあ、なんというか、あの重力に、あら、さっきのはその重力に従ってたんですけれども、その重力に抗うかのごとく、もうより軽く、よりしなやかな形態を持った、構造というものを生み出してきました。それがここに示しているベンディングアクティブグリッドシェルと呼ばれるもので、なんというか、巨大 なんか茶こしみたいなものを想像していただけると分かりやすいと思うんですが、まあ、こういう離散的な、構造、部材で構成された構造ですね。こういう構造が登場してきました。だいたい1960年代頃ですね。で、僕が最初にその曲面を設計することがその面白くて奥深いものであるというふうに思わせてくれたのが実はこのグリッドシェルで、特に何が面白いかというと、この構造っていうのは右下の図のように、まあ、あの 2D の状態、平面上のこういうグリッドの状態から力をかけて変形させることによって、こういう曲面を生成することができるわけです。つまり、この平面から立体へと変形するっていうのは、このグリッドシェル建築みたいなこういう曲面的な建築の、設計だけじゃなくって、もっと有用性があって汎用性が高いものであるというふうに、まあ、考えれば、異なるスケールとか機能目的を持った構造の、まあ、設計にも生かせるんじゃないかというふうに、まあ、発想が展開していくわけです。で、もう一つ面白い点があって、そもそも大きな変形を嫌うっていうのが、まあ、建築の一般的なものです。例えば僕らが今座っているこの床が大きくいきなり変形したらもうとんでもないことになるわけですけれども、その大きく変形するっていう特性を生かして何か建築を作ってるっていうのはもうめちゃくちゃ面白いというふうに考えたわけです。で、そこから発想を得て、今やってるのがガウスチャレンジプロジェクトという、まあ、もので、これは何をやってるかというと、その平面からあらゆる形状の曲面を作れないかという、問いに、答えるための研究です。しかもできる限りシンプルに、力学的な変形だけでという、まあ、あの電気とか磁力とか、まあ、熱とかを使わない、まあ、縛り芸みたいなものです。で、平面から立体を作ることについては、あの有名なあの数学者ガウスにが、語っていたというふうに、まあ、言われています。まあ、ここに書いてあるのがあのそうなんですけど、2019年に出た、まあ、論文、ネイチャーマテリアルズの論文で、薄いプレートからプログラムされた形状に変形させるっていうことは、まあ、チャレンジングな問題であるというふうに彼は語っていたとされています。でこの論文に出会ったことで、あの誰もが認める大数学者ガウスがシンプルな言葉でチャレンジングだと語っている、そういう問題に挑戦する機会が、あのグリッドシェルの研究に取り組んでいる自分に降りてきたんだというふうに気づきました。で、じゃあもっと変形性能を上げて、まあ、いろんな局面を作りたいって思うわけですけれども、まあ、一般的なこういう変形の格子形状では、まあ、変形性能に、まあ、限界があるのではないかというふうにまず仮説を立てるわけですね。まあ、これだと、まあ、大体こんなもんだろうみたいな形しか、まあ、結局は出ないわけなんですけれども、じゃあどうするかというと、変形の格子形状を、そのものを変化させてしまえばいいのではないかという、まあ、そういう解決法を考えるわけです。でそこで登場するのが、あの、まあ、ネイチャーアーキテクツでももうおなじみのメタマテリアルですね。でメタマテリアルっていうのは、その従来の材料特性を超えた新たな、まあ、特性をもたらしてくれる、まあ、技術なわけです。この、まあ、ちょっと説明すると、メタマテリアルのメタっていうのはあの、まあ、ギリシャ語でして、でこれを英語に直すとビヨンドなわけです。メタイコールビヨンドです。つまり、直訳すると、まあ、超越材料みたいなことがメタマテリアルは言えて、つまりこのメタマテリアルっていうのは我々の直感を超えてくる、あこれをベンディングアクティブグリッドシェルと組み合わせれば、面白いことになるんじゃないかっていうふうな発想に至ったのが、まあ、実際先行例が調べてみると2例あったんで、まあ、僕がオリジナルではなかったんですけども、まあ、それについて、まあ、研究しようと、まあ、思ったわけで、でそこから出てきたのが、まあ、オーゼティックベンディングアクティブグリッドシェル ABAG というものです。で少しだけメタマテリアルを掘り下げると、まあ、従来の材料特性では達成しえない力学特性を、まあ、構造特性により付与させた、まあ、材料というふうに、定義されています。でまあ、これだけだと何かよくわからないんですけれども、まあ、新たな力学特性の創出を行うにあたって、
材料ではなくて同じ材料を使ってもその構造の形をこういろいろ操作することによってそこから生まれてくる構造の特性というものが変わってくる、まあ、そういうものです。で、本日の、お話す、まあ、研究例としては2つ、2種類のメタマテリアルが登場します。1つは負のポアソン比を持つ構造で、もう1つはカイラルメタマテリアルというものです。で、まあこういうものを使って人間の直感を超えるような構造、それについての研究というものを紹介します。で、まず負のパーソン比を持つ構造、これは一般にオーゼティック構造と呼ばれるもので、まあ、パーソン比っていうのを少し、示しておくと、まあ、上の式のように、書けるわけです。これは ある構造に対して発生している歪みの比のことで、まあ、一方向にこう物を圧縮した時っていうのは普通は、なんか、か変なものばっかり、あ、大丈夫です。普通はこうちょっと見えないですね。これは一方向に圧縮するとその直行方向にはこう膨らむ変形を起こすんですけれども、ちょっと厳しいですね。まあまあ見えたものとして、負のポアソン比を持つ構造だとこう圧縮、一方向に圧縮するとその直行する方向に対しても圧縮が起きる。あ、もうまさにこれの方がこれいいです。あ、これいいですね。これ欲しいですね。もうこういうこれがもう負のパーソン比を持つ構造、オーゼティック構造の変形特性です。で、平面的にはこういう変形を起こすんですけれども、これを曲面に曲げるとどうなるかというと、普通の構造は普通の構造っていうのはこういう蔵型の曲面ができるわけです。で、一方で、オーゼティック構造だとこう曲げた時に同じ曲げ方をしても、全く違うドーム型の曲面が生まれてくると、ちょっと先端というか入っちゃってますけど、ちょっと綺麗にいけない、まあ、ドーム型の曲面がこう出てくるわけですね。構造の材料を全くこれらはどっちも同じ材料なんですけど、材料一緒でも構造の形を変えることによって全然違う特性が生まれてくる。これが、メタマテリアル、負のポアソン比を持つ、構造の、まあ利点でして、このドーム型の形状が簡単に作れるっていうのは通常の構造ではできないんですけれども、オーゼティック構造ならできると。で、ドーム型の形、ものっていうのは建築にとってはまあ、有利な形なわけです。きれいに自重を流せるので、で、それを使って、形を作ります。で、まあ、これはさっき言った通り、まあ、こういう感じで形を作るというアニメーションですね。で、まあ、作ってみるとオーゼティック構造で作ってみると、まあ、なんかこういうドームっぽいような、形が出てくるわけですけれども、まあ、実際どうなのかわからない。で、何らかの定量化が必要で、それを変形して出てくる変形後の形状の設計に利用したいというふうに考えるわけです。で、この定量化に使ったのが、僕の研究で使ったのがディスクリートガウシアンカーベチャーズという離散ガウス極率と呼ばれる数学的な、量ですね、これを使う と、どうなるのかというと、この赤い部分っていうのが、右の図の赤い部分っていうのがその離散ガウス極率が大きくなっている部分なんですけれども、ここが、ドーム型の形を表していると。つまりこう ABAG を曲げてみるとこういうドーム型の曲面が出てきますよっていうのが、離散ガウス極率の視点を通すと、まあ、はっきりと可視化されるわけです。で、実際に離散ガウス極率を使って ABAG の変形後の形状を、最適化によって、まあ、設計する手法っていうのを考えるわけです。うまくこの離散ガウス極率を利用して狙った形を作る。まあ、具体的な話は、まあ、論文見ていただけるとより分かると思うんですけれども、まあ、グレーの領域が、まあ、左の図にあると思うんですけれども、このグレーの領域を膨らませようというような問題を考えるわけです。この時に、この領域の中における離散ガウス極率のうち一番小さな値っていうのを最大化することによって、このグレーの領域の中では、その一番小さなものが最大化されるわけだから、みんな一斉にこうガーッと
大きくなっていくわけです。つまりここだけ膨らんだような形、ドーム型の形っていうのが生まれるわけで、それを、そういう発想をもとに、直感的にこう、ここを膨らませたいって思ったところを指定してあげると、膨らんでくるような形状を最適化によって出してくるというような手法を考えました。つまり自動的に、力学特性をコンピューターが、調整してくれて、で自動、さらにその自動的に望みの形の局面が生成されるというシステムになっています。で、まあ、いろいろ設計してみるとちゃんと膨らませたいところが、まあ、膨らんでいるということが分かります。で、まあ、人間の直感を超える、まあ、半数力学特性を持つメタマテリアルに対して、まあ、こういう直感的な設計法っていうものを、まあ、適用した事例になってます。これはで、まあ、あんま時間がないんで、パッパといきますと、まあ、もっと複雑な形状を出そうと思うと格子に、まあ非対称な形状を導入してみようという発想に至るわけです。右の、色がついているところを、見ていただけると、アンチシンメトリックって書いてあるところを見ていただけると、左のものと対比してみると、格子の、上の例では格子の、形が、まあ、非対称になっていると、そして下の例では2つの、まあ、異なる、ユニットの形で、1枚の、板平板が作られている、そういうような、設計法を導入してみると、まあ、こういうような感じで、まあ、いろんな、もっと均一で、まあ、対称性のある格子では実現できなかった形みたいなものが、簡単に、まあ、いろいろ設計できるようになってくるというのが分かりました。で実際、さっきの最適化を使った形状設計法を適用しても、まあ、うまいこと膨らませたいところが膨らんでくるっていうのが分かりました。でこの研究をやって分かったこととして、まあ、人間が直感的に設計しにくい構造もコンピューターにうまく処理させれば、まあ、自動的にうまくいく形が、出てきてくれる、こういう形が欲しければこうすればいいっていうような設計指標をコンピューターから学ぶことができるということが、言えますっていうのが一つ目で、結構時間食ってるんで、まあ、急ぎますが、次は次のもう一つの事例がメタシリンダープロジェクトっていうもので、まあ、メタマテリアを使った別の研究ですね。このプロジェクトではまあ、かなりざっくり言うと、まあ、自然界に不変な、ある物理現象というものを、まあ、作るというようなことをやってます。でこのプロジェクトで対象としているものは柔軟に変形する円筒構造の設計というものをやってます。でこの柔軟に、変形する円筒構造っていうのは、まあ、どういうところで使われているかっていうと、まあ、自動車のバンパーとか、まあ、ステントって呼ばれる血管の中に入るような、医療器具ですねとか、まあ、ソフトロボットのアクチュエーターとかで利用されてます。でここ数年間で、まあ、ここに引用しているような論文の年代を見てみると、まあ、結構その研究事例が増えてきています。で2020年が一番新しいように見えますが、2021年にもう2022年ももうどんどん出てきています。で、まあ、個々の事例ごとに、ただ問題があって、その個々の事例ごとに、それぞれの形状設計を行っているっていうのが、まあ、現状あるかなというふうに、まあ、僕は考えまして、まあ、もっと汎用的な形状設計法が、まあ、存在していればいいのになというふうに、まあ、そうすれば、まあ、実用化にもっと近づけるのになというふうに考えました。だから簡単で汎用的な形状設計法を考案してやろうというのが、このプロジェクトの最初です。でしかもより多様な形状を作れるようにすることが、まあ、ここでは、まあ、肝じゃないかと考えました。でまず最初に、まあ、どういうところからスタートしたかというと、まあ、似たような構造ですね。似たような構造で、ピンときたのがカーボンナノチューブです。カーボンナノチューブっていうのは均一な六角形をこう配置させた円筒構造になっているわけです。つまりこの六角形のユニットの形っていうのをうまく操作してやれば、何かこう面白い、もっと多様で、いろんな形の円筒の構造が作れるんじゃないかというような発想に至りました。で、まあ、離散幾何学の、まあ、結晶学とかの論文を調べてみると、まあ、まさにこのカーボンナノチューブを数学的に扱っている論文というのがあったわけで、じゃあこの論文の、式を、まあ、使って、まあ、
新しい構造の設計法を考えてやろうじゃないかというようなところに至りました。で、まあ、あんまりテクニカルなことをお話しするつもりはないんですが、まあ、具体的にどういうことをしたかっていうと、まあ、こういうシータっていう角度を表す、文字が記号がありますけれども、このシータの値がマイナス6分の π っていう角度だった場合には、カーボンナノチューブと一緒の正六角形のユニットが、出てくるわけです。でもこのシータマイナス6分の π っていうのをもっと拡張させてやればいいというふうに考え、いいというふうに考えて、まあ、拡張させました。簡単に言うと、で拡張させた式っていうのが、まあ、左にちょっと載ってるようなベクトルの式になっていて、これをもとにいろいろ考えていくわけです。で、まあ、ちょっと数式ごちゃついてる図なんです、スライドなんですけれども、具体的にどういうことをするかというと、さっき拡張した、ユニットを平面にまず敷き詰めます。でそのユニット上に対して2本のベクトルをこう貼ってあげて、でさらにそれを、それぞれ対応し合う、まあ、平行な、直線をこうやって線分をこう引いてあげると、まあ、こういうグレーのエリアで表したような、平行四辺形が生成できるわけです。でこの平行四辺形をこうちょきちょきっと切ってあげて、それをくるっと丸めてやると、円筒の構造ができると。でこのシステムを使うとどういうことになるかっていうと、パラメータをいろいろ変えるだけで、まあ、ここに上げてるような、まあ、いろんな形のユニットで構成されている、円筒構造が生まれてきます。で止まってしまったスライド、大丈夫そうですね。個人的なというか、こういうのがいっぱい出てきた時に、我々構造系の研究者っていうのは何を思うかというと、まあ、これでいろいろ力学的な力とか変異とかかけて遊んであげたいというふうなことを思うわけで、で、ここではその圧縮をするっていうような実験をやってます。数値実験をやってます。で圧縮すると分かったのが、まあ、構造のその形によっていろんな、柔軟性を持った、構造っていうのが生まれてくるということが分かりました。でもっと重要なのが、これもまた多分アニメーションが多いんで止まりやすいんですけれども、多分いけますね。もっと重要なのが、こう押した時によくこのアニメーションを見てあげると、と言いながらアニメーション止ま大丈夫か、なんかちょっと不安定ですね。アニメーションを見てあげると、こう押した時にそれぞれのユニットがこうねじれていく動作っていうのを起こします。このねじれっていうのが、圧縮した時に生じるねじれっていうのが実は、非常に個人的には面白くって、まあ、実際どんぐらいねじれているかっていうのが、まあ、左の図で表してるんですけど、一番その大きなねじれっていうのは最終的にこうギューって押してあげた時に、まあ、大体元の位置から、まあ、50度以上、まあ、ねじれるようなかなり大きなねじれが生じてるわけですね。でこれはなんか圧縮してるだけなのにねじれが勝手に起きるっていうのは、まあ、非常に面白いと思っていろいろ考察してみるわけです。で考察していくとカイラリティっていう概念にたどり着いたんですけれども、まあ、このカイラリティっていうのは何かっていうと、その右手と左手のような鏡写しにした形状っていうのがありますよね。この形状っていうのはその元の形状をいかにこう平身移動させても回転移動させても重なることは一致することはないんですね。絶対にオーバーラップしないと。つまりこれっていうのは対称性が破れてるブレーキングシンメトリーな状態になってるっていうような概念なわけです。で、メタシリンダー、この円筒構造に関しても、ねじれが生じるものっていうのは実はこういう、対称性の破れたような形っていうのが出てきているということに気づいて、これっていうのは実はその自然界に不変な性質を今オーゼティック構造のユニットを使って生み出してるんじゃないかというふうに考えるわけです。でもっと調べてみると、これもちょっと動きが悪い、もっと調べてみると動的カイラリティっていう概念もさらに存在していて、こっちの方が実は正しいカイラリティだっていうような主張もあるわけです。で、この動的カイラリティっていうのは一言で言うと、平身移動と
まあ、まっすぐ進む移動と回転を結合させた、概念なんですね。この、メタシリンダーの圧縮の動きっていうの、圧縮している時の変形性状っていうのは、まさにこの動的解体器の概念にぴったり当てはまるものだというふうに気づいて、まあなんか、まあ、ただそういう解釈ができるというふうに、まあ、思い立っただけではあるんですけれども、まあ、結構感動したわけです。で、まあ、最終的に何が言いたいかっていうと、まあ、あのこういうこうなんか、カーボンナノチューブとか探ってたら、まあ、新しい機能を持ったなんか柔らかく挙動したり衝撃を吸収したりするような、 なんか構造が生まれましたっていうことが、まあ、この研究プロジェクトでは、まあ、分かりました。で、まあ、最後ら辺になってくるんですけど、まあ、今頭の中にあるものっていうのを、まあ、ガーッと羅列してみました。でいくつかなんか図が消えちゃってるんですけど、まあまあちょっといいとして、まず一つ目は、構造の創生というものを考えていて、これはこの構造の創生っていうのは、まあ、情報の具現化エンコード化に相当するんじゃないかというようなことを考えています。で、例えばその100年後200年後自分の実体はないわけです、まあ、確実に死んでます。でしかしなんか構造に、まあ、こういう変形する構造に対して何かこう情報を具現化する自分の思いとかなんかその時思ってたことみたいなものをエンコード化するとその構造が変形している様とかその構造のユニットの形みたいなところに、自分のなんていうか実体はないけれども自分自身の何かそういう痕跡みたいなものを残せる、まあ、墓標みたいなものが作れる、そういうところに多分あの人間っていうのはロマンを感じて物を作ってるんじゃないか創造行為をしてるんじゃないかというふうに、最近は考えてます。で、次にもう一つがそのリアルを計算機で再構築する、これは、物理的な現象っていうものを、簡単に超えてくる。アユの塩焼きってありますけど、まあ、これはあのうちの研究室の、室長の出来本さんがツイッターで書いてたことにインスパイアされたんですけど、アユの塩焼き、京都のめちゃくちゃ高い料亭とか行くとアユの塩焼きがこう生きてた時の形姿形のように焼かれて置かれていると皿の上に。なんかそれって物なんか、人工現実的な再構築を行っているというふうに考えられるらしくて、でまあ、あのなんか、もともとあったその生きていた時の動きっていうものをその焼き上げることによって別の生きてたなんか生きてた時の動きを焼き上げて別の概念に昇華させてるっていうようなリアルを超えた何かを新しいものを作るみたいなことができるようで、まあ、そういうところにまあ興味を持ってたりします。シェル最初に説明したシェルの話というのもそこにつながるものがあります。で、アート・サイエンス・テクノロジー・アンド・デザイン、これはあの、MIT メディアラボの、石井博先生、の言っている概念でして、アート、世界について問いかける、サイエンス、世界を説明する、テクノロジー、問題解決を可能にする、デザイン、問題解決法を明確化する、この一つの研究に対してこの四つの視点を解釈して、まあ、人類の知の裾野をどう広げていくか、こう4つをスパイラルでぐるぐる回して推進させるっていう、翻訳解釈っていうのが重要だっていうふうに言われていて、まあこじつけなんですけどさっき説明したあの動的解体器を持ったメタシリンダーにちょっと似てるなとか思ってたりします。で、対となる概念と境界相対性、まあ単純さと複雑さとか、まあ単純なものっていうのと複雑なものの間っていうのに対して人間は実はあの美を感じる、フラクタル次元という概念がありますけれども、1だとフラクタル次元1だと単純、複雑だ、2だと非常に複雑、ちょうど 1.5 とか6とかに利休の千の利休の建てた茶室とか、印象派の絵画がのフラクタル次元が当てはまるというふうに、文献、まあ、言われてます。そういうところに美を見出すことができる、構造ももしかするとそういうところに、のフラクタル次元を用いた制約を与えてやると美しいものができるかもしれない。あと対象と非対象、形と力、プッチャーズイクエーションというのが一番最初シェルの形状設計に登場しましたけれども、重力っていうのは実は対称性が破れてます、空間対称性が破れてる概念でもプッチャーズイクエーションはその、形と力に
という、相対なものとその、つまり対称性を保ったもの と、重力という非対称なものを一つの式にまとめ上げているというところに何かこう非常に趣深いものを感じます。で、まあ、あの最後瞬間性切断性 B とかいうものに対しても、まあ、ちょっと時間がないのであれですけど、まあ、興味を持っていると。で、もうこれ最後のアユの塩焼きのくだりが全然分からなかったんですけど、アユの塩焼きはこれはかなり高度な概念だと思うんですけど、僕もあんまり分かってないんですけど要はそのなんかアユが生きてた時に泳いでるその躍動感みたいなものを塩焼きにした時にあの、うん、なんていうか再構築すると、なんかその生きてた時の泳ぎっていうものを超えた、なんだろう、その焼き上げた時の、にしか出てこない躍動感みたいな生命感みたいなものが出てくるっていう話があるんですね。そういう話があるっていうそういうちょっとで、まあ、これです、はい、コラボレーション、なんかなぜか図がさっきのスライドから消えるようになってるんですけど、ここ CSL のロゴがあって、ここネイチャーアーキテクツのロゴがありました、うん、で、コラボレーションについて語ると CSL でやってることっていうのはあの、まあ、形状の設計とか、まあ、その他ものもの頭の中にあるものっていうのをとりあえず吐き出すと、妄想ドリブン、ビジョンドリブンなんです研究、うん、で2200年の人類もう全員死んでます。その時にはその時の人類の創造性に対してどれだけ刺激を与えられるか、そして自分という研究者の、まあ、孤独かどうかわからないけれどもそういう挑戦というものが含められています。で、ネイチャーアーキテクツとの、コラボレーションとしては、具体的にはシミュレーションの開発っていうものに重点を置きます。でその理由としてはシミュレーション開発っていうのはかなりハイレベルな実装力が必要です。もう水戸を取ってる人が、まあ、うじゃうじゃいるわけです NA の中には。でそういうものがある。であと僕との共通言語が多い、共通似たような近いところのバックグラウンドがある、うん、そして特殊な設計をすでにビジネス化して活用している、まあ、先駆的存在である、シミュレーションっていうのは、多くの人に使ってもらう必要があるわけで、そのためにはもう、直にクライアントワークをして、普及させていくシステムっていうのが鍵になるわけです、ネイチャーアーキテクツにはまあそれがあるというふうに感じていまして、まあ、今回のようなコラボレーションというのがまあ実現しているというふうな流れになります。かなりはい、語りましたが、はい、大体こんな感じです。ありがとうございます。いくつか、この後あのもし聞いてくださってる方にアナウンスするのは、我々とネイチャーアーキテクツと、酒井さんとの共同研究の内容に移っていきます。で一旦ここでちょっと酒井さんに聞いてみたいこととしては、そうですね、その我々の分野って、まあ、工学なのである種その今の、人間の課題実問題をどう解決するかっていう視点が、まあ、結構強いですと。と同時にそのサイエンスなのでそのそれよりもっと長い時間軸で、まあ、その人類に貢献していこうっていう、まあ、視点があると思いますと。でまあ、ソニー CSL は、まあ、その時間軸がさらに長いというかその制約をある種取っ払ってるようなところがあると思うんですけど、僕逆に問題意識としてメタマテリアルの研究だったりコンプライアントメカニズムの研究って、サイエンスだけでやってるから構造の設計手法が限定的な手法でなんかちょっと面白い構造を提案しましたって小粒なものが多くて、サイエンスは本当はもっと時間軸が長いものなはずなのに、むしろそのサイエンスのためのサイエンスの中にあるエコシステムのせいで研究がつまらなくなってるんじゃないかなって思う部分もあるんですよね。でその中でその酒井さんがソニー CSL として、あ で一方でそのビジネスサイドに立脚するとビジネス例えばスタートアップの時間軸って5年で上場してくださいとか結構3年から5年で長いものでは10年とかそういう時間軸で物事を考えるってことをやるので、実はそのアカデミアの時間軸より長いケースもあるのかなと、まあ、1年でグラント取るとか2年でグラント取って低スパンで論文を出していくっていうこととはちょっと違う時間軸だったりするんですよね、うん、でそういった中で、ソニー CSL にいらっしゃる酒井さんとしてその長い時間軸でどういうふうにその
本質的に意味のある問題設定を立てて、問題設定を立てるとかすごく難しいと思うんですけど、で自分でその問題設定を取り組むっていう、その長い時間軸で本質的に価値のある課題を立てるってことはすごく難しいと思うんですけど、そこに対して何か思うところとか自分で意識していることとかっていうのはあったりしますでしょうか？そうですね、非常に難しいというか重要な質問だと思うんですけど、そうですね、まあ、確かにおっしゃるような、状況というのが、まあ、やっぱりこのメタマテリアルを設計するような業界というか、まあ文脈においては起きているというふうに実感しているところがあって、やっぱりその社会、まあ、目先のといってはあれですけれども、まあ、社会課題を解決する手法として、まあ、非常にそのメタマテリアルの設計というのはそこに駆動されるというところがかなり大きいというのは実感していて、まあ、ただそのなんだろうな、少しこう社会課題を解く、まあ、研究も重要だけど、それ以外に何かこう全く違うところからアイデアを持ってきて、でそれを、なんか新しいメタマテリアルに、実装し直すっていうような作業っていうのは、多分今ある社会課題を考えているだけではやっぱり思いつかない、まあ、それ自体がかなり突拍子のないアイデアが必要だったりするから、そもそもそれ自体が思いつかないかもしれないんですけれども、なんだろう、そういう、やっぱ僕としては、まあ社会課題を認識する場が正直少ないというのもあるんですけれども、何かこうこれとこれ合わせたらこうガッチャンコさせたらめちゃくちゃなんかいきなりこう、今あるこう線形にというかこう続いてきた、テクノロジーの進歩っていうものをいきなりこう突拍子もなく超える何かがあるんじゃないかっていうようなところを持ってまして、そういうところをちょっと狙ってるっていうところがあるんですよね、うん、いきなりこうわけのわからない技術が登場してきたみたいなところを狙うと、ただ多分それはかなり難しいです。だからなんというか、まあまだキャリア始まってすぐなので、まあ、まだ攻めあぐねているというか、まあ、そういうところをこう見極めていくっていうのがまあ必要なのかなっていう。なるほど、考えてます、ね、個人的に思うのはその時間軸とか文脈に対して独立して価値のあるものっていうのは、一つは理論、例えば数学的なものっていうのは基本的にギリシャ時代から普遍な概念ってのがたくさんあるわけで、そういったものの積み上げでまあ、その何か営み、研究的な営みをするっていうのはあんまりその時代性に影響されない普遍的なものがあるっていうので、もう一つはだからなんて言えばいいんですかね、僕結構ビジョンドリブンっていうのに疑ってて、むしろビジョンの方が普遍性がないって思ってるんですよね、一過性なんじゃないかっていう。だからその長期的な目線で研究をするときに普遍的なものっていうのをどういうものとして自分の中で持ってるのかなっていうのが気になって質問したんですよね。なるほど、まあおっしゃる通りだと思います。ビジョンドリブンっていうのはかなり普遍性に、なんというか怪しいところがあるというのはまさにそう。ただだからこそその、まあ、下に書いてあるような、そのあ下って消えちゃってますけど、まあ、その自分たちが死んだ後その時の、人類にとって人類がその過去になんかこういうビジョンを持ってこんなわけのわからないことをしてるやつがいたんだっていうことを思い出してもらう、なんかちょっと なんて言うんでしょう、かなり眉つばものというか、なんかかなり怪しいこと言ってるなって今思ってるんですけど、ちゃんと僕はそうは思わないです。アカデミックなトレーニング積んだのかこいつって思ってそうなんですけど僕はそうは思わないです。まあなんかそういうものってまあ、ロマンとしてやっぱ持っときたいなっていう、うんうんうん、でなんだろうな、やっぱ CSL ってその一言で言うとクライアントワークしないんですよね、うんうん、まあ、する場合もあるんですけど、うん、基本的には研究者個人の強い思いみたいなところから研究をやっていく、うん、でその強い思いっていうのをどうやって表現するかっていうと、もうビジョンで、ビジョンを持ってそのなんか
いや俺はみんなこう言ってるけど絶対こっち正しい道なんだけど、まあ、俺はこっち行くみたいな、あなたが右なら私は左みたいな、そういうような世界っていうのがあるんじゃないかって思ってて、でそういうとこなんていうか、まあ、かなりあの怪しいことを言ってる可能性あるんですけど、まあ、なんかそういうロマンみたいなものに、重点ちょっと置いて、まあ、やってるっていうような感じですね、うん、と言いつつもメタシリンダープロジェクトとか言って、あの2つ目にやったやつって結構その最近ちょっと課題になってるなって思うところをついたっていうようなプロジェクトなんで、あれなんですけど、結構でもその僕はそれはすごく面白いと思っていて、このモチベーションこの人どっから来てるんだよみたいなのはすごい毎回興味を持ってその人の研究とか見てるんで、そうですね、そういう知見がたまり続けるというのは一つの重要な、人類にとって重要な営みだとは思いますね、やっぱり、うん、っていう。ちょっとこの話長くなっちゃいそうなんで、あの今回の実は本題である、あの共同研究の内容に移っていきましょうかね。はい、じゃあスライドも繰り返しますか。坂井さんありがとうございます。それではまあ 第2部といいますか、あの坂井さんは非常に面白い研究を されていて、でその、まあ、我々と違ってその構造を使ってそのこうあるべきだっていうような理想に向かった研究であったり、その感性的なところであったり歴史的なところであったり、さまざまなバックグラウンドをこう混ぜ合わせたような、あのそういった研究をされていて非常にあの刺激を受けます。でここで、私が何者であるかっていうところ あの説明をさせていただくと、私はあのネイチャーアーキテクツ の研究開発全般を担当しているストーというものです。で、現在あの東大の博士課程にも在学していまして、このスライドはだいぶその僕の趣味ゴリゴリみたいな感じなんですけども、もともと折り紙がまあ趣味で、これ右側のようなそのドラゴン、これ1枚の正方形を切らずに折るだけで作ってるんですけども、まあ、こういったそのある種ものすごく1枚のこの正方形を切らずに何か形を作るっていうすごい厳しい制約の中、どこまで自由な形ができるかっていうところを結構幼少期からやっていて、まあ、自然とその設計というものをまあ体感してきたっていう風なバックグラウンドがあります。で東大ではその、まあ、そういったバックグラウンドに基づいて、まあ、遊びなんですね、結局折り紙は遊びなんですけども、その技術的には非常にその工学応用性の高い技術になっていて、まあ、その数理であったり工学応用だったりソフトウェアの開発について研究しています。で弊社の CTO の谷道と共同開発したソフトウェアがあって、折り紙の知見を生かしたプロダクト設計ツールのクレーンというものを、ライノセラスグラスホッパーのプラグインとして、開発して、例えばこういったその1枚のフラットな状態からこうパッとワンタッチでこう折りたたんで非常にこう意匠性の高い椅子を設計したりとかっていうのをやっていました。でまあ、具体的に大学でどういうことをやっているかって、実は結構坂井さんの研究と似たような、たまたまなんですけど似たようなことをやっていて、僕実は学部の頃数学科に所属しておりまして、その結晶学 その特にその位相的な結晶学という非常に抽象的な結晶学を学んで、その知見を生かしてその対称性の中でもその平面的な対称性だけなくて、その坂井さんの研究にあったような円筒的な対称性であったり、はたまたその合同性を崩すと今度自己相似的な対称性を持つような、こういった円錐的なその形状をこう作ったりできて、まあ、その対称性の中であり得る形の形態の中で、まあ、特にその折り紙的なものがどういうふうなものがあり得るのかっていうところの理論の構築とその設計手法について研究していたりします、というのがちょっと坂井さんの話を聞いてちょっと追加したんですけども、まあ、ここから本題に入っていきたいと思います。でいつもはその大島さんがその OpenAI においてどういったネイチャーアーキテクツのそのソリューションを提供するかっていうソリューションサイドでいろいろ話をしていると思うんですけども、そもそもネイチャーアーキテクツはどういったコア技術によって支えられているかっていうところのコンセプトがあって、そのコンセプトがまあ3つありますね。その一つがこの
繰り返し構造、いわゆるメカニカルメタマテリアルと言われるような複雑な繰り返し構造で、真ん中のものがそのコンプライアントメカニズムと呼ばれるような断線変形を積極的に活用したメカニズムですね。でその右側のものがその折り紙的な波板的なこうシェル的なものにこのプログラムされた凹凸があって、まあ、それによって機能性を実現するといったものですね。どれもその形で機能性をこうコントロールすることができるというような形と機能が紐づくようなコンセプトになっています。これを使ってその具体的にその振動設計した振動の設計ソリューションを作ったりとか衝撃吸収ソリューションを作ったりとかっていうことを作っているわけです。でもう一つそのコア技術を支える土台としてこれはどうハンドリングするかっていうような技術的なバックグラウンドですね。でそれが主に3つあって、まずどういったその幾何学的な形をそもそも作るケイパビリティがあるか能力があるかっていうところとして、まあ、構造を生成したり形状を処理したりするそういった技術ですね。で今回まあ重要になってくるのがそのじゃあその生成した構造物がどういった力学的に機能を持っているのかっていうところをシミュレーションしたりその機能を計算するっていうところですね、まあ、ここが非常に重いと。なのでそのこの部分をいかに高速化していくかっていうところがその会社としてそのどれだけいろんな機能を持つ構造を生成できるかっていうところの、まあ、ボトルネックになるわけですね。でさらにそういったシミュレーションができて機能計算ができると目的の機能を満たすような形状を探索するっていうようなところで最適設計であったりそれらその、まあ、形状を生成したりシミュレーションしたり最適化を回したりっていうところのソフトウェアオーケストレーションだったりっていうところが主にネイチャーアーキテクスのコア技術を支える土台となっています。で今回紹介するこの技術の構成要素としてはその断線的な変形を積極的に活用したメカニズムであるコンプライアントメカニズムと、まあ、それをこう高速にシミュレーションするっていうところがあります。でこのコンプライアントメカニズムっていうのが非常に面白くてそのスケールは基本的にはそのもう本当にナノオーダーのスケールから皆さんがよくその、まあ、家具とかで使うようなスケールから酒井さんの専門分野である建築のような非常に巨大なスケールまでスケーラビリティがあるっていうふうなところがあってその、まあ、そういった観点で我々は通常その、まあ、家具家電ぐらい そのデスクトップレベルのサイズ の設計をするわけなんですけども酒井さんはまあ大きなスケールの設計をするわけなんですけどもこの断線変形を積極的に活用した設計を行うというところで共通項目があります。で具体的にじゃあどんな研究をやったのかっていうふうなところですね。まあもういきなりネタバラシなんですけどもそのコンプライアントメカニズムのこの幾何学的非線形シミュレーションっていうものが非常に重いんですね。でこの計算はその、まあ、フルメッシュその非常に細かい解像度まで見ると優に10分から1時間ぐらい1つの解析にかかるぐらい非常に重い計算に なります。でこういった計算をその非常に高速化していくっていうところが多くの、まあ、形状と機能の紐づきを見ていくっていう観点において非常に重要であるっていうところで、まあ、そのシミュレーションの高速化を行いました。で結果として大体10から500倍ぐらいのオーダー その高速化に成功してかなり実用的な結果が得られました。でこれ、まあ、研究成果として、まあ、こういった成果出ましたというだけでなくて具体的にその社内でこういったソフトウェアを運用してプロジェクトに使えるところまで、まあ、作り込むというところも行いましたので、まあ、今回そのちょっと少し片鱗みたいなところをソフトウェアデモンストレーション後ほどさせていただこうと思っています。ちょっと補足します。実はですねシミュレーションの世界コンピューターで物理シミュレーションをするっていう世界って、まだまだたくさん課題があって例えばこういう、大きな変形をするものこういうものですねとか、まあ、これも最近特許を取った構造なんですけどこうすごくこれ組み立てられてない一体の構造なんですけどこういう大きな変形をするものってまだ現代の技術を使ってもリアルタイムつまりその人間が動かすくらいの速度でシミュレーションすることなっていうのは結構難しくてこれぐらいのちょっと複雑な構造体になるとリアルタイムで動かすのは基本的には相当難しいです。でそのためにできるだけ早く計算するための手法っていうのがまあいろんな人がいろんな方法論で開発されてるんですけど昨今流行ってるのが機械学習を使って
このシミュレーションを高速化するっていう手法ですと。で、機械学習というとその、データをそのコンピューターに食わせて、それをその何らかの機械学習のモデルを構築して、あの計算を高速化するっていうことになると思うんですけど、その手法もめちゃくちゃいろんな、まあ、汎用性があるものからないものまでものすごく膨大なものがありまして、今回我々が提案するのは機械学習で計算を高速化するんですけど、ある程度汎用性の高い方法論で、あの方法手法によって計算を高速化して、さまざまな構造に適用可能な手法を開発しましたっていう、結構強力な、ものすごく速くなるし、機械学習の、適用の方法論としてもかなり一般性のあるような、つまりさまざまな問題に対して適用できるような、手法を提案しましたっていうところで、結構面白い研究になっているので、はい、あのこれから具体的に見ていこうかなっていうふうに思います。はい、補足でした。ありがとうございます。完璧なあのラップアップ、ありがとうございますということで、じゃあまたスライドに戻って、はい、じゃあこの具体的に、まあ、どういったことをやっていったのかっていうところを、まあ、こちら実はその、WCCM という、計算工学の、国際会議、かなり大規模な会議なんですけども、だいたい2000から3000ほど発表数があるようなもので、あの発表した内容になります。ですのでかなりあのアカデミックな内容になっていて、まあ、ちょっと難しいところもあるとは思うんですが、頑張って噛み砕いて説明していこうと思います。ということで今日のコンテンツです。でまずはあの背景説明からしたいと思うんですけども、その、まあ、もう皆さんあのこのチャンネルを見ていただいている方はなんかもう別に説明いらんよみたいなぐらいかもしれないですけども、まあ、コンパイントメカニズムってそもそも何ですかっていうふうな話なんですけども、あのコンパイントメカニズム、一言で言うと断線変形を利用したメカニズムです。で左上がコンパイントメカニズムじゃないもので、これはその合体バーとそのリンクで合体バーがこうジョイントでつながれたようなあのもので、まあ、いわゆるメカニズムですね。で力を動きに変換するようなものが機能になってます。ただこれはやはりその部品を組み立てて全体を構成する必要があるので、まあ、部品点数があの多くなったり、その、まあ、コストが上がったりとか、まあ、あと精密な挙動がこのリンクの部分で微妙なその誤差が生じて精密な挙動を出せないっていう、まあ、欠点があります。これに対してそのコンパイントメカニズム、断線変形を利用するとこういった部品の組み立てというものが全てあの排することができて一体化することができます。なので部品点数が削減されるし、そのジョイント部分の微妙な遊びも断線変形で完全につながって動かせることができる、動かすことができるので非常に精密な挙動を実現することができます。ただ非常に難しいところとしては、その欠点が設計がめちゃくちゃ難しいんですね。でこれなぜかっていうと、その断線変形を利用するした瞬間にさまざまな難しいあの考えないといけない項目が ありますっていうところで、それらをこう一つ一つ見ていくために、まあ、物理的なシミュレーションが必要なんですね。でそのシミュレーションがめちゃくちゃ重いっていうところで、あの基本的にその何も知識がないとめちゃくちゃ設計しづらいし、でシミュレーションに頼ろうとしても1回あたりのシミュレーションが非常に重いので、まあ、初心者ではまず絶対設計できないということがあります。あとはもう一つ面白い点としては、この昨今の、まあ、自動運転であったりその ロボティクスの分野において、その制御、リアルタイム制御っていうものが非常に盛んに行われているんですけども、こういった断線メカニズムを使った瞬間にもう制御が不能になるっていうふうな問題があります。なのでこういった欠点をに対抗する、まあ、高速かつ高精度のシミュレーション手法っていうものがあの、まあ、絶対に必要だろうなっていうふうなところがあのまず産業的なモチベーションになります。で、まあ、既存のシミュレーション手法をざっと舐めるんですけども、その有限要素法によるあの、ソリッド要素というものを使う一番あの精度の高くて解像度の高いシミュレーションの場合は、まあ、高精度なんですけども、めちゃくちゃシミュレーションに時間がかかります。でもよりあの簡易化した針要素というふうなあの棒で近似するっていうふうなあのものを使うと、まあ、比較的高精度になったシミュレーションできるんですけども、やはりまあそれなりにあのシミュレーションコストはかかると。でそれに対抗してあの、まあ、シミュレーションコストをめちゃくちゃ下げようっていうふうなこととして提案されているのがこの偽合体モデルというふうなものなんですけども、まあ、これだいぶマニアックなんですけども、うん、あのその一つ一つ の, その、まあ、設計対象
に対して一つ一つこういったモデル化をする必要があるんですね。でそのモデル化のコストが大変っていうのと、あとはまあそもそもあまり精度が出ないっていうところがまあ問題点と仕上げます。ということで基本的にシミュレーション精度と計算時間ってトレードオフの関係になっているので、あの精度高くて計算時間がいいものって、まあ存在しないんですね。なんですが最近非常に注目されている技術がありまして、速度と精度のトレードオフを解消する手法としてサロゲートモデルといったものがあの非常に研究分野でも盛んですし、産業分野でもやられています。で特にこの2つはその産業分野においてあの盛んにこのサロゲートモデルを構築しようとして2社を紹介するんですけども、アンシス社は非常にあの有名な有限要素法 のシミュレーションソフトウェアを提供しているベンダーですけども、これはあのインスタグラムのちょっと投稿だったんですけど、これ面白いなと思って、まあ、あのディープラーニングはこの計算速度スピードとフィデリティっていうのは詳細度ですね、まあ、つまり精度であったりそういったもののトレードオフをあの、まあ、ビヨンドしますよっていうふうなことですね。で、まあ、非常に、その速度と精度そもそもあの解消する、まあ、唯一の銀の弾丸になっているっていうふうなその共通認識があります。で特にあの現状で最も筋の良いそのソリューションを提供している会社として面白い会社を紹介するんですけども、このニューラルコンセプトシェイプっていう会社があります。でこの会社はあのグラフニューラルネットワークを使用したあの有限要素法のサロゲートモデルをあの唯一ではないんですけども、まあ、そのかなり現実的なレベルで商用化に成功している会社でして、スイスの、ATH の、 あの研究室の、スピンオフ、まあ、研究大学発スタートアップになっています。ここは非常に注目されていて、あの流体シミュレーションで非常に時間がかかる数時間かかる解析を1秒以下で予測するっていうふうな、もうオーダーが違うようなレベルで高速化に成功しています。まあ、ただこういったその事例はいくつか出てるんですけども、その初めに構築したそのシミュレーション、まあ、基本的にはこういったサロゲートモデルっていうのはデータをたくさん作って、そのデータが ある範囲内であればあの高精度のかつ高速なシミュレーションできるんですけども、まあ、全然データがない点をシミュレーションしようと思うと、まあ、ゼロからセットアップ構築しないといけなくて非常に時間がかかると。なので初めに構築したセットアップを超えるようなシミュレーションっていうのはまあできないっていう、そういった問題点があります。でそこで提案するシミュレーション手法としては、我々のようなあの、まあ、設計はコンポーネントメカニズムの基本的なあのモジュールですね、こういったスパイラル形状のようなそのモジュールの特性を生かして、こう右のようなその全体そのモジュールをヒンジとして全体的なあのメカニズムを設計するっていうふうなことをやるので、そのモジュールは使い回しができるんですね。でモジュールを使い回ししてあの全体的なシミュレーションを行う、でそのモジュールが非常にその断性変形を伴うので、その部分のシミュレーションが重いっていうところがあのモチベーションとしてあります。でその重い部分をモジュールとしてあのサロゲートモデルを構築します。でどういったモジュールとして構築するかというと、有限要素法のフレームワーク上で利用できる構造要素としてサロゲートモデルを構築するので、その構築したサロゲートモデルをその有限要素法を利用してあの再度あの利用有限新しいシミュレーションができるっていうところがあのポイントになります。なのでサロゲートモデルっていうふうなものと有限要素法の汎用性っていうふうなもののいいところ取りをした汎用性と精度と速度をこう両立するようなシミュレーションモデル、まあ、シミュレーション手法を、今回提案します。これちょっとここで僕も補足します。これあのすごい専門家の方々があのネイチャーアーキテクツの大島ですけど見てくださってるかもしれないんですけど、そんなにあの専門じゃないよって人ももしかしたら見てくださってると思うので、ちょっと補足すると、まず物理シミュレーションっていうのは、個体のシミュレーション、つまりその、まあ、こういう構造の変形とか建物の変形とかそういったものをシミュレーションする場合、有限要素法と呼ばれる手法を使います。で有限要素法っていうのは対象の立体を三角形で分割したりとか、棒の集合で、まあ、分割近似したりとか、有限の何らかの、要素によって分割して、それぞれ分割したものを、組み合わせることによって、シミュレーション、
最終的にはその対象物がどう変形するかとかどのように振る舞うかっていうのを予測する手法です。なのでコンピューター上でシミュレーションされているものって、まあ、何らかの要素に分割されたものの、まあ、シミュレーション予測になってます。ほとんどが そういうものです。なので、一見そのすごく滑らかな構造の変形のシミュレーションに見えてもこう近づいていくとすごく小さな三角形の集合になってるわけです。で我々の手法はですね、そのこう手法のところに戻る、あのスパイラルのところですね、有限要素法の、まあ、我々が扱う手法っていうのはですね、その非常に複雑な構造を、連結させるようなものとか、まあ、そういうちょっと込み入った構造をあの各パーツパーツに、ロケーションして、つまりあの配置して、まあ、何らかの変形を生み出したり何らか あの特殊な機能を生み出すってことをやるんですけど、その例えばこのなんか渦巻きみたいなものも、この渦巻き状に、まあ、鉄とか硬いプラスチックをこの渦巻き状に設計するだけで結構、まあ、縦横斜めにビョンビョンこう変形するようになるんですよね。でこれを一個の要素としてすごく変数を削減した、まあ変数まあ、すごく計算コストが軽いものとして一つの有限要素法の要素として機械学習で置き換えて、それらをビルディングブロック、つまりその、まあ、構成要素として配置してまたシミュレーションしようっていう考え方を取ります、うん、なのであの有限要素、普通に考えると複雑な構造体っていうのはものすごく小さな三角形の集合体とかでシミュレーションしないといけないので重いんですけど、あのまあ我々が扱うようなですね構造体っていうのは、まあ、こういう繰り返し何らかのこうユニットの繰り返しになってるんですよね。例えばこういうものもこう X 状のものがこうヒンジとして働く、でこれを一つの要素にすると、まあ、ロボットのハンドみたいなものを作れたりとか、これを一つの部品にすることができるんですよね。なんでこの部品を一つの要素にしてコンピューター上で扱うってことが、まあ、絶対にできるし、 そのために機械学習を使えないだろうかっていう問題意識がありますと。でそういうことをこう大真面目に取り組んだ研究が我々の研究になります。で意外にも これを大真面目に取り組んでいる研究ってめちゃくちゃ少ないんですよね。で大真面目に取り組んでまあまあうまくいきましたっていうのがあの今回の、まあ、お話 あの一番面白いところになるのかなっていうふうに思ってます。はい、補足でした。ありがとうございます。ニーズとしては非常にあるあの、まあ、ものなんですけども、意外とちゃんと取り組んでいる例がなくて、うん、まあ我々がやるかというようなところで、まあ、今回取り組みました。で、まあ、じゃあどういうふうにこういったその構造要素をあの、まあ、サルゲートしたものを作るかっていうふうな、まあ、具体的に見ていくと、まずその連続なモデルがあります。でつまりこれは形状ですね、設計した形状ですね。でこれをあの有限要素のモデルにこう離散化するっていうふうに言うんですけども、まあ、先ほど大島が述べたようなその三角形に分割する、でこれが棒に対応したものは、まあ、この一つ一つの細かいあの線ですねに分割するっていうふうに対応するんですけども、まあ、そういった有限要素のモデルを作るっていうふうに言います。でこのモデルを作って、さまざまなその力、いろんなこう力をこう与えてこうシミュレーションしたその結果というものをデータベースとしてに登録します。で登録したデータベースをからその、完全なこの、連続な モデルがこうに力を与えた際にどのくらい変形するかっていうふうなこの情報をあの使って、こういったそのサロゲートモデルっていうふうに言うんですけども、あのを構築します。でこのサロゲートモデル、パッと見ただの棒、2つの接点を持つような棒なんですけども、このサロゲートモデルに力を与えると、あたかもこの有限要素のモデルをシミュレートしたかのような完璧な精度のその挙動が得られるっていうふうな、あのちょっとこう分かりづらいんですけども、まあ、つまりこの有限要素のモデルっていうのは非常に接点数が多い、まあ、接点っていうのはこう計算するため の変数ですねが多いんですけども、それがたったの2点、サロゲートモデルを構築するたったの2点だけであのシミュレーションができるようになるっていう、あの
なのでいわゆる自由度が非常に低くなるっていうふうに、まあ、表現するんですけども、まあ、計算するため の、まあ、あの空間が非常にこうコンパクトになるので速くなるっていうふうなあの原理になっています。でその非線形性ってよく言うんですけども、その力を加えた際に1力を加えて、まあ、1動いて、じゃあ2力を加えたら2動くかっていうと、あの現実 の、 そのこういったあのバネっていうのはそんな単純にはいかなくて、1力を加えて1動いたと思ったら2力を加えたら 1.5 しか動かなかったみたいな、そういったことがあるわけですね。そういったその非線形性をあのサロゲートモデルの中にギュッと押し込めるっていうふうなことをやります。でじゃあこういったサロゲートモデル、ただの2点の間が棒でつながったような、まあ、モデルなんですけども、あのそういった構造要素が、あの、まあ、適した構造要素がそもそも既存の有限要素法のシミュレーションのフレームワーク上に乗るような、まあ、そこで利用できるようなあのモデルとして存在するかっていうことをあの探す必要があります。でもう一つ、その幾何学的な非線形性っていうんですけども、先ほど説明した内容ですねを予測できるくらいモデルに自由度がある必要があります。でさらに目的の精度を得るために必要なデータ数が少ないとなお嬉しいっていうふうになります。で具体的にまあどういうことかっていうと、この2つの接点を持つようなそのまあ要素っていうのは、この変形の自由度以外に全体が回転するとか並進するとかっていうような合体変形の自由度を持っているわけですね。でそういった自由度を学習するのはまあ無駄なわけですね。なので合体変形自由度を除いたような要素の変形自由度のみにその学習する対象を絞りたい。でそれが可能なモデルが望ましいというふうになります。でそれを実現するような、まあ、あのものすごくあの、まあ、理想的な要素が存在していて、でそれが境界点張り要素というものになります。で僕たちこの境界点張り要素を見つけた時に結構ものすごく喜んだんですけど、こんな理想的な要素がこのように存在するのかっていうふうに思うほどあの非常によくできた要素です。じゃあ具体的にどのくらいその素晴らしい要素であるかっていうことを説明していきます。でこの2次元にあの、まあ、絞って説明するんですけども、その境界点の針の要素のキーコンセプトとして、そのシミュレーションをする際にあのそもそも何が必要かっていうふうなところからまず考える必要があります。で何が必要かっていうと、その要素に対してこの点と点にその力が加わった時にどういうふうにこの要素からこう力が返ってくるかっていうような関係性ですね。そのことをその変位力関係っていうんですけども、それが計算できれば有限要素法の計算ができるっていうふうに言うことができます。であのこの計算をする際にその全体座標系っていって、まあ、この接点があの XY 平面どこにいるかっていうふうなところが、まあ、その全体の座標系上に埋め込まれた状態で、まあ、計算する必要があるんですけども、それってまあその合体変形の自由度も含むのであの無駄なわけですね、そこで考えるのは。なので本質的な変形自由度にこう変換したいっていうふうなことをやりたいわけなんですけども、それができるのが境界点の張り要素になります。なのでキーコンセプトとしては変形自由度をその要素変形のモードと合体変位に完全に分離することができる。でその要素変形のモードにおいモードが計算できれば自動的にその全体座標系における接点 の、 あの力も計算することができるっていうふうなモデルなので、まあ、非常に優れているものになります。じゃあその境界点の座標系においてどんな変形のモードがあるかっていうのを軽く説明すると、まあ、右側にあるようなこの要素変形モードって書いている、まず棒が伸びるモードですね。で棒が対称に曲がるモードで、もう一つがちょっと非直感的なんですけども、棒が反対称にこういうふうに曲がるモードっていうふうなものにこの直交分解することができます。でこの3つの変形モードを組み合わせることで、あらゆるこの2点間のこの変形っていうものを表すことができます。つまり2次元のその針要素の変形自由度というのは本質的に30度であるっていうことが言えます。でそれをおっとすいません、ちょっと少々お待ちください。失礼しました。でそれを大丈夫です、ありがとうございます。
具体的にまあ見ていくと、有限予測法でシミュレーションする際に全体座標系における変異を入力したときに全体座標系における、まあ、力が返ってくればいいんですけども、この境界点座標系において、この境界点座標系の変異と境界点座標系における力を返す、まあ、こういった関数を間にかまして、その間を座標変換で結ぶことで直接的に P から Q まで計算することができます。で、この S とこの座標変換 S っていうのは、その要素によらないその座標変換 の、 行列になるので、どんな要素、まあ、どんなその間にどんなその構造が来ようと、この S っていうのは不変です。なので本質的にその学習しないといけない情報というのは、この V から T、 境界点座標系における変異と力になります。でここをそのデータドリブンに、さまざまなその力を計算した結果を使って、この部分を学習しますというところで、何を学習すればいいかっていうのが明らかになったので、じゃあ学習データ、この教師データをどうやって作るかっていうところを軽く説明していきます。これね、ちょっとここで僕ちょっとだけ話します。お願いします。これ何をやってるかっていうと、例えばこういう、まあ、さっきから出てくるこういう構造とか、いろんな、まあ、変形する構造ってたくさんあるんですよね。ぐるぐる渦巻きになったものとか、まあ、たくさんありますと。でそれを、こういう形のままシミュレーションするんじゃなくて、これを一本の棒に置き換えた時に、まあ、一本の棒に置き換えて、一本の棒の自由度で考えるんですよね。自由度っていうのはだから、つまりその棒が2つある時に、コンピューター上ではその棒の端部、だから棒の線、端と端がどういうふうに変形して、変形する時にどれだけの硬さで、つまりねじりやすい棒なのか曲げやすい棒なのか、例えば薄いそのまあ下敷きみたいなものだと、こっちには柔らかいけどこっちには硬いとかねじりやすいとか、まあ、そういう棒の形、棒を1つ取っても、まあ、どっちに曲げやすいか、どっちにねじりやすいかっていうものがあります。で棒の変形っていうのは、端部と端部の座標がどのように変形するかっていうことで、コンピューター上で記述されるので、それ針要素っていうんですけど、針要素っていうのは、まあ、すごく、まあ、自由度の低い、つまり変数少ない変数で、何か現象シミュレーションできる、まあ、物理シミュレーションの、まあ、要素なんですよね。有限要素の要素なんですよね。でだからこういうそのちょっとこう込み入った形状でも一つの棒として近似してしまって、その変数でこういう複雑な構造体を表現するためのまあ機械学習っていうのを行いました。なんでこういう複雑なものでも一個の棒に置き換えて学習してくださいっていうことを、まあ我々は方法論として考えたわけですっていうところですね。ありがとうございます、はい。まあ、今回扱えるようなその構造物っていうのは、こう2点の間、まあ、片方に力を加えて片方がこう変形するような、まあ、そういった自由度のものにまあ限っているっていうところはポイントですね。で逆にそういうふうな自由度に限っているからこそ、こういったそのモデルの近似ができるっていうふうな、この棒として見るっていうことができるっていうところはポイントになります。では具体的にその教師データを作っていくんですけども、ちょっとここで難しい、非常に難しい点として、その分岐座屈っていう非常に厄介な現象があります。でこれが発生してしまうと、まあ、何が嫌か、まあ、そもそもこの現象ってその、まあ、構造系の人だとよく分かっていると思うんですけども、こう棒がこうまっすぐこう立っている時に、こう力をガーってまっすぐ垂直に加えていくと、まあ、その軸方向にまっすぐ縮んでいくんですけども、ある瞬間でそれがこう右か左かにこうベコって突然変形するっていうことがあります。でこの突然変形したその変形経路っていうのは、元の変形経路からその連続的、その微分連続的につながっているものではなくて、つまり滑らかに接続しているものではなくて、その部分でこう二股になったりとか、非常に厄介なこの整数がここに存在してしまうわけですね。で今回何が嬉しくないかっていうと、
こういったふうにその分岐が起きる場所にデータがたくさん生成されてしまうと、そこを間をどういうふうにこう保管していくかということを考えた際に、こんな感じで保管されてしまうんですね。でそうなるとこの赤で分岐が起こっている部分の間の精度というのは非常に悪くなってしまうので、これは避けたいっていうふうなところがあります。だから今回ちょっと苦肉の策であるんですけども、その分岐現象が起きる前でシミュレーションを無理やりこう発散させるっていうふうなことをやって、それを回避しています。具体的にどういうふうに発散させるかというと、そのシミュレーションさせるときにその境界条件というものがあって、このどういうふうにこの力を加えて、でその力を加えた時の釣り合い状態を見ますかであったり、無理やりこういうふうに変形させた際の間のその釣り合い、置換釣り合い状態が何ですかっていうふうなことをまあ考えるのが、その境界条件を与えてシミュレーションするということなんですけども、この無理やり動かしてこう釣り合い状態を求めようとすると、さっきみたいなこういったその分岐が起こった領域に点が出てしまうんですね。なんですけど、その力をかけてシミュレーションすると、こういった分岐が起きるような場所に到達すると、大体の場合発散してその収束しない、まあ、シミュレーション失敗してしまってデータ点が生成されないので、今回の場合はその力をかけてシミュレーションを行うということをやります。これはちょっとポイントですね。なので学習データとしては、データセットとしては変異を入れたら力を返すような関数を学習したいので、入力としては変異、出力としては力なんですけども、シミュレーション自体はその逆でシミュレーションします。力を与えて変異を学習するっていうふうにします。で、まあ、この時にその境界点の座標系として見れるように境界条件をセットアップするところは注意が必要です。これは詳細の議論なので飛ばします。じゃあ具体的にその、まあ、ここまで触れてこなかったんですけども、そのV を入れて T が出るような、そういったその対応関係を、まあ、関数というんですけども、その関数をどういうふうに学習するかっていうふうなところがあります。でサロゲートモデル、そもそも何ぞやっていうふうな話なんですけども、その数値シミュレーションの代わりに一般的な線形な関数を用いて物理問題を非常に高速に予測するモデルっていうふうに言うことができます。なのでここの一般的な線形関数何に使うかっていうのが非常に重要になります。で今回は学習データからシミュレーションするためには微分が必要なので、非線形で微分可能な境界点座標系における変異と力の関係としてサロゲートモデルを構築します。うん、でこの時に重要なのが、そのどのモデルを選ぶかっていうところで精度が大きく変わってきます。でここがその、まあ、昨今いろいろなその機械学習のモデルが存在するところのゆえんではあるんですけども、まあ、今回は非常にまあプリミティブなこの3つのそのモデルで精度を比較します。1つは多項式近似、もう大昔から使われているような近似手法ですね。でもう1つがかなり汎用性の高いものである放射規定関数補完ですね、 RBF と呼ばれるものです。もう1つが昨今非常に流行っているニューラルネットワークによる予測になります。でまあ、多項式近似についてはそこまで深くは話さないんですけども、一言で言ったらその原点周りでそのテイラー展開をするっていうものですね。でテイラー展開って何かっていうと、 y イコール x とか y イコール x 足す x の2乗足すとかっていうふうな感じでx の n 乗で近似していくっていうふうな手法です。でそれをまあ、何乗までやるかっていうところがハイパーパラメータと呼ばれるその、まあ、うまいことここを決めないといけないっていうところなんですけども、まあ、これを、まあ、最大10ぐらいまでに設定して、まあ、ベストな予測精度となるものを選ぶっていうふうにします。うん、でもう一つこれが、まあ重要な補完方法であるんですけども、まあ、便利な補完方法です。放射規定関数放射規定関数補完というものですね。でこれはどういう特性を持っているかっていうと、ある点周りから放射状に値がこう伸びていくようなそういった対称性を持った関数 でこれが使えると何が嬉しいかっていうと、必ずデータ点を通るような補完をすることができます。でこの必ずデータ点を通るような補完ができると、基本的にデータ点の場所は誤差ゼロになるので非常に扱いやすいっていうふうになります。なのでこの誤差ゼロになるようなそのにこの補
放射規定関数を重み付きの線形和として構築するんですけども、この重みを求めることがいわゆる学習するっていうことに対応します。で最後がまあニューラルネットワークですね。ここはまあもうほぼ説明不要かもしれないんですけども、まあ、生物の神経細胞の組み合わせに着想を得たようなそのモデルになっていて、まあ、これは昨今 の, そのディープラーニングを非常に加速させたモデルになります。でこちらはまあ深く説明はしないんですけども、今回はそのいわゆるその深層学習と呼ばれるようなものは、この間にかますような非線形なその活性化関数っていうものがあるんですけども、その部分を非常に深くしていくっていうふうなことが深くしていくと予測精度が上がるっていうふうなものなんですけども、今回非常に次元が低くてなおかつデータ数がたくさんあるので、まあ、深くしていくと性能が悪くなっていくので、今回は一層の隔列層にして全結合ネットワークということで検討しています。ここは、まあ、ある種分かる人向けの説明ですかね。ということで、じゃあそのじゃあまあそれで どんな結果が出たのかっていうふうな話ですね。で結果としてはその単一精度でまずその予測性能をまあ、どのくらいそのサロゲートも構築したサロゲートモデルが誤差があるのかっていうところを多項式近似 RBF ニューラルネットワークで比較しました。で結果としては圧倒的に RBF の補完が性能がいいっていうことが分かりました。でこれはその平均 0.01% というもうほぼまあ、一致しているとみなしてもいいぐらいの実用上一致しているとみなしていいぐらいの、まあ、精度が出ている。これは非常に圧倒的な性能というふうに見ることができます。でニューラルネットワークの場合は約 1% で多項式補完の場合は約 1% から 10% ぐらいの誤差になることが分かりましたので、まあ、オーダーがその誤差のオーダーが、違います。でこれなんでここまで RBF のが性能出るかというと、今回シミュレーションで非常に綺麗なそのデータが生成されるので、そのシミュレーションで生成されるようなその空間というのは滑らかで非常に性質の良いまあ、関数であるというふうに見ることができます。でそういった非常に滑らかで性質の良い空間でなおかつ低次元でデータ数がたくさんある場合には、わざわざニューラルネットワークのようなその学習をしなくても古典的な RBF のような補完の方が精度が出るっていう、なおかつその学習速度が非常に速いので、まあ、今回のようなモデルは RBF がまあ有利であるっていうことが分かりました。で他に今、まあ、これが非常に今回 の, シミュレーションで重要なところなんですけども、こう単一の要素だけの予測がいわゆる今まで の, サロゲートモデルでした。じゃなくてこう複数つなげた要素における予測性能というものも比較しました。こちらも非常に誤差値がまあほぼゼロというふうなぐらいまで性能が出ることが分かりました。で重要なところとしてはどれくらい速くなったかという話なんですけども、まあ、これは冒頭申し上げた通り約10から500倍ぐらい高速化して、まあ、そもそも元々 の, 有限要素法を使ったシミュレーションとは比較にならないぐらい、まあ、速くなったというふうなことが結果として挙げられます。というところで、まあ、結論としてはそのコンプライアントメカニズムの2次元の断性系の大変形強度ですねを予測するようなサロゲートモデルに対して、まあ、その変形の自由度っていうものをまあ小さくするために2次元の境界点張り要素を用いて例えばこうスパイラルのような形状だとこのスパイラルの形状を表すのにまあ、40接点ぐらい必要だったのがたった2接点で2接点の要素でこの近似することができるっていうようなモデルを構築しました。で多項式近似とか RBF とかニューラルネットワークについてそれぞれ見ていって、まあ、結果的に RBF 最強っていうふうな形で数値例題としてまあ大体10から500倍の高速化が出て 0.01% の誤差でもうこれ使うしかないよねっていうぐらいまで、まあ、非常に良好な性能が得られましたというふうなところでお待ちかねのこのソフトウェアデモに移っていきたいと思いますが大島さんから補足あれば、うん、僕ちょっとさっき外に行ったんですけどいやでもないですね。なんかこれからライブデモンストレーションでいろんなソフトウェアが動作している様子を見せるんですけどこれなんかハサミみたいな変形をするものになってます。これよく見ると
こう各場所ごとになんか変なバッテンみたいなのがあります。でこれこのバッテンみたいなやつがヒンジ、まあ、ある種蝶貝のような変形をすることによってこういう変形をこうハサミのような何かロボットハンドのような変形を生み出していますと。でこれはこいつで構成されてるわけですね、各蝶貝の部分は。なんでこれを、まあ、こんなような変形をこういうものがたくさん使われているような、こういう変形を普通にシミュレーションするとしようと思うとやっぱりすごく時間がかかりますと。で今回我々が、開発した手法を使うとこういうものをシミュレーションするのがものすごく高速化しますよっていうのが嬉しさです。でじゃあこういうものを我々の手法を使ってどのように、ソフトウェアを動かして、シミュレーションできるかっていうのを、まあ、見ていこうと思います。はい、ということで、それではライブでもしていきたいと思います。で今回こちらの実装なんですけども、有限要素法の機械線形シミュレーションも全てスクラッチで実装しています。というのも今回、有限要素法のフレームワーク上利用はするものの、かなりカスタマイズした内容になっているので、ゼロベースで全て実装しました。で実装したフレームワークとしてはライノセラスとグラスホッパー上実装していまして、使用した言語は C シャープになります。でその線形代数 の、重い計算ところだけ外部の C++ のライブラリを読んで計算しますというような前提として、まずはじゃあサロゲートモデルを構築するっていうところから実演していきたいと思います。今この画面に表示しているのがそのスパイラルこうぐるぐるっていう渦巻きになっているような形で、こう左と右をこうぐりぐり動かしていって、まず学習データを生成していきます。で、これが実際に動かしているところなんですけども、今内部で幾何学的な非線形シミュレーションがこうガーッと回ってデータ点を作っています。今これは曲げの応力ですね、曲げの歪みかなを可視化して、カラフルな感じで見ていますけど、これ見て分かる通りものすごく大きい変形量のを、まずデータ点として取っているっていうところがお分かりになるかなと思います。ということでバーッと説明していたら、100個ぐらいデータ点取れたので、じゃあこれを使ってシミュレーションしていきたいと思います。で、まずはそうですね、どういうふうに動くかっていうところのイメージを多分掴んでもらった方がいいかなっていうふうに思うので、今これ見ているものとしては、この端部にこう力を加えてこう5連結になっているものをがどういうふうに変形するかっていうのを見ています。でこれは今変形を可視化しているんですけども、その真ん中にこう結んだ線と点があるんですけども、これがそのサロゲートモデルの変形を表しています。で今回そのこのサロゲートモデルの変形だけ見せられてもようわからんだろうっていうふうなところで、この面白いこととしてはこのサロゲートモデルのこの接点の変形情報から内部のスパイラルがどういうふうな変形をしているかっていうところをそのズームアップしてさらにその解析を行うっていうのをやっています。でここでシミュレーション回しているのではなくて、データ点この外部の点がどういうふうに動いたら内部の点が動くのかっていうところもサロゲートモデルとして構築して、その情報量としてはその落ちない完全な情報量のシミュレーションができるようになっています。ここは非常に重要で、実務上結局必要になってくるのってこの変形した結果だけじゃなくて内部の状態として応力がどれだけ発生しているかっていうところも見る必要があります。なのでその情報量として応力の情報量であったり内部の情報量っていうのを落としたくないっていうところがあるので、今回はその部分も解決するような実装になっています。で具体的にじゃあこいつがどのくらい高速に動くかっていうと、今からこの力の境界条件を変えていくデモをします。でこれ今このスライダーがこうパチ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 って動いてるんですけども、この動いてるごとにその計算が回っています。でほぼリアルタイムに動いてるっていうことがご覧になられるかなと思います。でこの一番冒頭で大島が述べた通り、こう大変形の幾何学的な線形シミュレーションをリアルタイムで動かすってもうほぼほぼ不可能だったわけですね。なのでその
不可能な計算速度を、まあ、実現しましたよっていうふうなところで、ここはかなり胸アツなんじゃないかなというふうに思ってます、うん、じゃあこれ具体的にそのフル その情報量のシミュレーションとどれだけ誤差があるのかっていうところを、まあ、見ていこうと思うんですけども、今シミュレーションとして青い線、青い色で表示しているのがその有限要素法による完全なそのシミュレーションになります、うん、もうほとんど誤差がないことがご覧になれるかなというふうに思います。でこのデータ点わずか100点ほどで、まあ、これほど高精度なまあ、サロゲットモデルが構築できるので、まあ、ここまでくればかなり実用に耐えるぐらいのレベルのものになってるんじゃないかなというふうに思います。これなんかライブデモンストレーションなんで今リアルタイムで見てくださっている方もいますので、なんかこれもちょっとこうしてよとか、もっとたくさん変形してたらどうなるのシミュレーション発散しないのとか、もう何でも言ってください。こうね、うまくいってないところも含めてライブデモンストレーションなので急になんか無茶振りみたいになっちゃいますけど、やっぱりこれすごく新しい手法なんで、まあ、全てが全てうまくいくわけでは実はないんですよ。ですけど、まあ、かなりたくさんの部分でうまくいっているっていうのが今回論文新しい研究成果として発表した理由なので、まあ、そういった部分も含めてね、本当に何でもこんな稀有な内容なのにリアルタイムで33人も見てくださってるので、ぜひ気軽に YouTube で見てくださってる方はYouTube のコメントだとそれすぐリアルタイムで見れるので、まあぜひなんかフィードバックもらえるとちょっと嬉しいです。まあなくても全然見てくださってるだけで嬉しいので、はい、我々はなければ次に進もうと思います。はい、ありがとうございます。僕からちょっといいですか。あ、お願いします。これってまだあれですよね、スパイラルだけ実装したって感じですよね。実はそうじゃないんですよ。実はそうじゃないんですよ。やばい、いやこれ仕込みじゃないですか見ているだけに今与えてあ、ごめんなさい、酒井さんお願いします。すみません。あ、いやいやしょうもない話なんで、いや、ね、だから仕込みじゃないっていう話であ、今コメントくださっている人たちがいるんで後でコメントを拾おうと思います。すぐ拾います。あ、じゃあ今すぐ拾います。今与えている外力は圧縮力ですかっていう質問がまず来てます。ありがとうございます。境界条件について述べていくと、左は、ピン指示ですね。変身はさせないけど回転は許すというものです。で右側はスライダーになっていて、 X 方向の変は許すけど Y 方向の変は許さないで、回転もは許すっていう風なものになってます。これでもそれに対して、うん、あ、すみません、右にこう曲げの力とこう圧縮の力をこう加えるスライダーがこの2つのスライダーになっていて、じゃあちょっといらないですね。で上が圧縮のパラメータなんです。圧縮をこうかけていくとどん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 その曲げがこう強くなっていくっていうような、まあ、その幾何学的な非線形現象もちゃんと捉えられているかなっていうふうに思います。なるほど。もう一つ質問が来ていて、同じ方から、モデルの学習の履歴にない外力を与えると解析が発散するのでしょうか。はい、いい質問です。いや非常にいい質問ですね。そちらに関しては、こちらのにデモを用意しておりまして、こちらに関してはその X 型の形状、まあ、先ほどの酒井さんの質問に答える形になるんですけども、まさにこれですね。ちょっとカメラで捉えていただいて、何度も出ている こいつです、まあ、こんなものを、まあ、シミュレーションしようぜっていうことですね。これこれ、はい、でこちらに関してもその赤が、サロゲットモデルのシミュレーションで、青がフル自由度のモデルになっているんですけども、こういうふうに変形をこう大きくしていくと、まあ、途中までは、まあ、ほぼ誤差なくいくんですけども、ある瞬間ですよね、ある瞬間から、まあ、ちょっと誤差が大きくなっていきます。なんですがその外装した領域も、まあ、ある程度その元の保管している関数が RBF の関数が性質の良い関数を使っているので、外装領域もそのシミュレーションが、まあ、なるべく発散しないようなセットアップで、
構築はします。なのである程度の範囲であれば外装領域もシミュレーション可能です。ですがその外装領域でシミュレーションした結果っていうのは誤差がまあ大きく乗るっていうふうな前提があるので、その外装、まあ、ソフトウェアのまあユーザーインターフェースとして外装領域の外力が出たらアラートを出すみたいな感じの設計はまあ今後必要になってくるかなというふうに思います。これだからポイントなのはその有限要素の要素にある構造体をサローゲートモデル化してる、まあ、つまり次元圧縮してるから、シミュレーションされているものも結局有限要素法なんですよね。でそういった意味では、ある種データ点にない、つまり学習の時点でデータ点にないものが来ても一応有限要素法として当然処理されてシミュレーションが回りうることがまあ結構多いっていうところも一つの我々の手法の嬉しさになるのかなっていう思います。でここで僕も疑問に思ったんですけど、これ可視化しているデータ点のにない部分っていうのはどうなんですか。可視化しているデータ点、いやつまりこれ要素の中で要素接点のから、その内部の構造体がどうなっているのかっていうところのそこも、サロゲートモデル。そうですね、サロゲートモデルになって外装領域に関してまあもうまあ、それなりにいい感じにはしてくれるんですけども、ぶっ飛ぶ場合も確認しています。ああなのでこの X ヒンジの場合こう回転角度が大きくなっていけばなっていくほど、うん、その変形がある瞬間からグニャグニャグニャってなるような内部状態に、まあ、なったりとかは確認はします。なるほど、ありがとうございます。ちょっとうちはネタみたいな質問になっちゃいましたけど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でこれがまあ同じ要素を連結したもののデモンストレーションなんですけども、その、まあ、冒頭でちょっとネタバレみたいな感じでお見せしたものであるんですけども、こういうヒンジとしてこの学習したコンプライアントメカニズムを利用して、まあ、全体のコンプライアントメカニズムをこうシミュレーションしてみるっていう風なものも、もちろんその有限要素法でシミュレーションしているので可能です。でこれはその今赤い点で表している部分がその接点になっていて、でこの灰色でこう塗りつぶされているような部分は針要素ですね、割と太めの針要素でを使っています。でそれを用いてこの灰色の太い部分はそのサロゲートしてないただの要素です。でこのスパイラルの部分がサロゲートした要素になっています。あ、質問に僕が答えます。学習している時の有限要素法も針要素ですか。はい、そうです、針要素です。コローテーショナルビームって言って、非線形も扱える針要素で学習もしてます。なんで実は針要素のたくさんの要素の有限要素法を一つの針要素に学習するっていうことをやっています。なんですが、はい、針要素だけじゃなくてフルのソリッドの要素で同じ境界条件を与えて、うん、まあ、荷重と変異の関係を境界点針の自由度で算出したモデルを利用することももちろん可能です、うん、この要素は必ずしも針要素を針要素に学習するっていうことだけではなくて、むしろそこには大幅なバリエーションがあるよっていう、そこはあんまり限定的じゃないよっていうことですね。特にフルソリッドで解析するとその本当にオーダー高速化のオーダーが変わってくるかなというふうに思っていて、うん、まあ、1000から1万ぐらいのオーダーで高速化されるだろうと予想されます。それもやってみたいですよね。今回時間の関係上やれなかったですけど。そうですね、うん、でこれシミュレーションした結果の可視化なんですけども、まあ、このような形で問題なくこう動くっていうことがまあ見て取れます。でじゃあこれどのくらいの速度で動くのっていうふうな話なんですけども、これもまあほぼリアルタイムでこんな感じで、今はこの境界条件のスライダーを動かします。こんな感じでシミュレーションが回ることが確認できるかなというふうに思います。で最後にこの X 型のヒンジにおいて同じような境界条件で動かしているところをお見せしようと思うんですけども、この力の部分をまあこう増やしていくと、この真ん中の要素の変形が結構面白くて、まあ大きく変形させていくと、まあこんな感じでちょっとザクツっぽい動きも挙動もまあ捉えられているかなというふうに思います。でさらにまあ変形させていくと、わあ
結構無理な変形をしていますよね。物理的にありえない状態。あ、死んだ。これがあの外装領域であのシミュレーションした結果はこういうふうにもうあの内部状態がきちんと保管できないので、まあ、シミュレーションとしては、まあ、破綻しているっていうふうになります、うん、なのできちんと内装領域でそのサラビュートモデルを利用するっていうことが、まあ、こういったシミュレーションをする際に注意点として必要になってくるところです。なのでその、まあ、完全に万能選手というわけではなくて、まあ、かなりあの最新の注意は必要であるっていうふうに言うことができます。うん、この辺がだいぶなんかでもそれでも全体として一応釣り合い形状を求められているのは面白いところですねもう謎の状態がここに求まってるっていうふうなことになりますねというところで、あの、まあ、他に質問なければこんなところでライブデモをさせていただこうと思います、うん、これはネイチャーアーキテクスとしてはあの当たり前なんです。当たり前っていうか、まあ、よく知ってることなんですけど、聞いてる方はどう思うかっていうのはすごい知りたいですねいやちょっとあの無理ありましたね。やっぱね、難しいですね内容でもあの問題意識は本当に簡単なんで、あのこういう変形する物体をできるだけその次元を圧縮して、つまりコンピューターで扱うためには全部がコンピューターってその何らかの変数をシミュレーションするんで、そのシミュレーションするための変数を減らしたいんですよね。でそのために機械学習を使いましたっていう話なんですよね。あ、今質問来てあのしていただけてます。クリープ変形、疲労破壊もシミュレーションできますかっていうことです。なるほど。うーん、これは非常に面白い質問ですね。あ、おっしゃる通り、その先日 WCCM に参加しまして、そのクリープ変形だったり疲労破壊のサロゲートモデルも非常に多くのサロゲートモデルが提案されていました。でその中であの非常に面白かった、まあ、研究としては、そのクリープ変形のようなものって、あ、クリープ変形、まあ荷重変異曲線が、まあ、ヒステリシスが起こるようなあの、まあ、クリープではないんですけども、組成変形が起こったようなこういったその繰り返しの荷重 の, あの、まあ、曲線ですねをどのように学習するかっていうふうなその研究があって、そういったあの曲線って特異点が存在するので滑らかな関数で保管することできないんですよね。じゃあどういうふうにやるかっていうと、昨今その、自然言語処理で圧倒的な性能を出しているそのトランスフォーマーっていうようなモデルがあります。でトランスフォーマーっていうモデルは何を言ってるかっていうと、その例えばあの私は猫です、で I am a cat っていうようなあの文章を翻訳するときに、私は猫ですっていうものをぶち込んだものでブラックボックスを返して I am a cat っていうのを出すのは非効率だよねっていうふうなことがあの自然言語処理だと言われていて、私はと猫、あ、じゃあ私はと、I am っていうところをこう一対一で紐付けるっていうようなところをあのちゃんと明示的にあの表現しようっていうものがあって、まあ、その部分をその注意機構、アテンションっていうふうに言うんですけども、そのアテンションの機構があると、あの入力してきたものがどういうものなのかっていうところ の, あの対応が非常にやりやすくなるんですね。でそれをあの使用すると、例えばその、まあ、特異点があるような組成変形を伴うような現象であったり、あの先ほどあの この現象学習できないって言っていたあの分岐現象のようなものも扱えるようになる可能性があるのではないかと思っていて、あの今後注目していきたいあの研究領域かなというふうに思っています。うん、あとこれコメントですけど、外装領域のシミュレーション結果が可愛いですねあ、鈴木さんいつもあのお世話になっています。コメントありがとうございますやっぱそういうある種のシミュレーション発散萌えみたいなあのところをこうくすぐるような結果はいいですよねそのサロゲットモデルだからこそっていうところあるかもしれないです。うん。あ、またコメントいただきました。先ほどの渦巻き機構で学習結果100とおっしゃってましたが、機構によっての学習数の適正値なども定量化されているものなんですか。あ、これ俺も気になる。あの非常にいい質問ありがとうございます。あの学習データが多ければ多いほどいいっていうわけでは実はなくて、その
ある場所に局所的に学習データがこう集中したりとかが、その非線形な関数をかますとやっぱどうしても存在してしまうんですね。何を言ってるかっていうと、サンプリングとしてこう大体統合的なサンプリングを行ったにもかかわらず、その非線形な応答をかますことによってもう原点付近にしか点が存在しないとかっていうようなことが発生したりします。なのでむやみやたらにデータ点を増やせばいいかっていうと、そういうわけではなくて、その応答関係がきれいに学習しやすいようにうまいことデータ点をこう中抜きするみたいな、そういう最適化も最適化するような技術もあったりします。うん、なので例えば X ヒンジのようなものって非常に非線形性が強い応答を示していて、もうある場所で見るとその 3次元の空間がもうほぼ2次元に潰れるぐらいまで非常にナローなその関数ができてしまうんですね。そういった関数ができてしまうと、シミュレーションする際もサラゲットモデル構築する際も暴れがちになるので、そういった、まあ、ほぼ関数が潰れてしまうような対応関係をどのようにその精度よく学習していくかなどは今後の課題かなというふうに思っています。うん、あともう一個質問いただいていて、合体とみなせる箇所と長板とみなせる長つがいとみなせる箇所の分類は経験でわかるものですか。これは多分あれだな、最初の設計の、うん、ここはマニュアルでやってるんですよね。何を言ってるかというと、今回のちょっと僕から答えちゃうと、今回の手法においてはこの長板っぽい、これつまり長つがいですね、これを一つの要素として機械学習で置き換えますっていうふうになると、一つの構造要素ができます。で、合体とみなせるものはちゃんと合体で硬い針として、要素として置きます。で、それをいわゆる普通の有限要素法、針要素の有限要素法みたいにアセンブルして、例えば先ほど見せたようなこういうハサミのようなものとかを作るので、そこは設計者があるいは解析する人間が、マニュアルで行っています。なのでそこに関しては自動化、コンピューターによる何かしらの自動化とか自動認識みたいなことは行われていなくて、まあ、彼が、手動で行いましたっていうことになります。あ、もう一個来てますね。嬉しいですね、質問来る。いや、こんなに質問来ると思わなかった。謎すぎ嬉しい。いやね、ライブでもすごい頑張って作ったんですよ、須藤さんがね、僕じゃなくて僕が無茶ぶりしただけなんで、読み上げますと、これは、非線形有限要素法、三角形や渦巻きごとにモデルの学習をしていますか、それとも複数の非線形有限要素法を一つのモデルで学習していますか。言い方を変えると、三角形と渦巻きの要素を接続したものをシミュレーションできますか。聞き飛ばしていたらすいません。これどういう意図だろうな、質問。うん、おそらく 2通りに捉えられるかなとは思っていて、まずその最初の質問として、その三角形とか渦巻きごとに今回はモデルを構築します。なんですが、原理的に三角形のそのパラメーターでこの針の厚みをこう増やしていったりとか、その三角形の形を変えていったりっていうところをその変数にして、その変数も含めたサラグレートモデル、つまり形状の特性と変形の特性の両方を学習することも可能になります。で、もう一つなんですけども、その三角形とか渦巻きを例えばこう連結した要素をさらに学習するっていうことももちろん可能です。で、あとまあこれはちょっと難しい話なんですけど、三角形からこの渦巻きに連続的にこう形状が変化していくみたいなものもできなくはないんですけども、その間の形が正しい形になるかっていう保証をするのが非常に難しいので、そこは難しいんですけども、面白い、非常に面白い問題かなというふうに思っています。お、もう一個来てくださってますね、質問。読みますと、大変形によってどこかの要素間で接触が生じるような時、それは考慮できますか。はい、考慮できます。こちらに関しては、まあ、ただ2通りあります。その接点が存在する領域において、その接触が起きる場合ですね、うん、に関しては既存の有限要素法のフレームワーク上で処理が可能なので可能です。で、サロゲートした内部に接触するものは対応は難しいです。というのも、その学習している情報っていうのは、その接点外、サロゲットしたこのモジュールというのに加えている力のデータっていうのは、この
両接点だけなので、この接触状態が変わって内部にこうぶつかるみたいなことが起きると、その情報はその学習するデータの中に存在しないので、そういったシミュレーションはできないっていうふうになります。めちゃめちゃ質問くださいありがとうございます。すごいすごいですね。どういう状況なの。まあ、来る限りやりましょう。そうですね、対照的なコンプライアントメカニズムは、片側だけ計算して、あ、なるほどね、効率化しているのでしょうか。いや、非常に皆さん素晴らしいですね。あの、もう完璧に理解されてますね。あの、こちらもあのまさにそういうようなことをやっていて、まあ、ただあの、まあ、実装上ちょっと今回時間なかったので、その節約するってとこまでいかなかったんですけども、その X 型のヒンジのようなものはその対称性があるので、その対称性に即したその最初に生成するデータがその対称性を持つように生成すると、よりそのサロゲートモデルがきれいに構築できて安定したシミュレーションが可能なので、まあ、今回の X ヒンジに関してはその発生させるそのデータ点の空間が、共栄対称性 XY 平面、YZ 平面、XZ 平面で共栄対称性があるように、生成しています。うん、すごいですね。これ皆さんバックグラウンド何なんでしょう。いや、うん、本当に嬉しいですね、ここまで質問いただければ。いや、今回その WCCM っていう学会に発表したんですが、あれなんですよね、ライブ発表みたいなのができなくてっていうことなんですよね。そうですね、あの今回あの予想以上にあの発表件数が多かったようで、ライブセッションが あるものとないものっていうのが、まあ、運で決まってしまって、まあ、今回残念ながらライブセッションないものに当たってしまったので、あのこう皆さんの前で発表したいっていう気持ちがすごいうずうずあったので、ここまで質問していただけて非常に嬉しいですね。これ一応その関連研究もで、そうですね、そこを、まあ、すごいクイックにラップアップしますかね。やっぱりこの分野、その研究者が必ずしも多いとは言えないんですけど、やっぱり本気で研究している人たちはいて、それが、まあ、コンピューターグラフィックスの領域とか、こういうその構造力学の分、領域とか結構オーバーラップしてるんですよね。でそこも面白くて、で我々に一番近いだろうなっていう思う領域はコンピューターグラフィックスで、C グラフっていう、あのコンピューターグラフィックスで最も権威のあるカンファレンスがあるんですけど、そこで発表された内容が一番近い内容です。でそのスライドをちょっと出していただいて大丈夫ですね。はい、はい、こちらがあのフレックスマップっていうふうに言われるような、まあ、プロジェクトネームついてるんですけど、何をやってるかっていうと、まあ、平面的にこう加工したこう渦巻きの、 あの形がたくさんつながったものをこう立体化していくと、その設計した形ができるっていう風な、あのそういった形を作るための手法の一つになります。でこれ面白いのが、あのこういった立体形状をあの複数 の、 あの領域に分割して、四角形領域に分割して、それをこう平面に展開します。で平面に展開した際に、その平面に展開したあの四角形と立体の四角形の間に微小な歪みが発生するんですね。でその歪みを吸収するように、こういった渦巻きの形状をこう割り当てるっていうふうなことをやるっていうのが基本的な、まあ、研究の、まあ、概要なんですけども、まあ、適当にこの渦巻きを割り当てるだけだと全然狙った形になりませんっていうところがあって、この途中でその渦巻きの形状を微妙に修正することで、あの目的の形になるべく近づけるように最適化を行うっていうふうなことを、あのこの研究では行っています。でまあ、なんかこの最適化プロセスを見ると面白いんですけども、こうモコ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 って微妙に少しずつ形状変わっていってるのが分かるかなと思うんですけども、この際にあのこのバニーが特に分かりやすいですかね。この最初の形状ではそのスパイラルが大体みんな同じパラメータになってるんですね。そこから目的の形になるために少しずつこう形状を更新していくっていうことをやります。でこの時にそのスパイラルの形状をフルの自由度でシミュレーションしていると、この規模のモデルってもうたちまちというか、その全く計算現実的な時間で終わらないぐらいの自由度になっているんですね。でさらにそれを最適化するっていうふうになるので、あの普通のシミュレーションモデルだと無理です。でそこでこの研究ではあの何をやってるかっていうと、このようにその離散断性棒モデルっていうようなあのモデルを使って、あの
まあ、そのモデルにフィッティングするっていうことをやっています。でその私たちの研究と同じようにこの有限圧法でこのスパイラルの形状にいろんな力を加えてどういう応答を示すかっていうところをたくさん学習した結果を使ってこの離散断性棒モデルのこの合成の値をフィッティングするっていうふうにやってます。なのでそのあくまでこう使用するモデルっていうのはこの何かしらのこの形がなんか謎の形が割り当てられた離散断性棒に置き換えられているのでこのスパイラルそのまんまをシミュレーションしているわけではなくなってしまいます。なのでこの右側のように結局誤差が出てしまうんですね。モデルの表現自由度は低いのでこう誤差が乗ってしまうというところが、まあ、この研究の一つちょっと課題なところで我々のモデルはこの内層領域ではその誤差がゼロとなるようなモデルを構築しているので、まあ、より理想的なシミュレーション結果が得られるであろうということが想定されます。ただ我々の研究ではこの形状の最適化っていうところまでは踏み込んでいないので、まあ、今後フューチャーワークとして形状の最適化までいけたら非常に面白いかなっていうふうに思っています。じゃあ最後ちょっとまとめて終わりましょうかね。これ見てくださってる人非常にありがたいんですが時間も時間なのでどうしようかな。まあ僕からちょっと言ってこう酒井さん須藤さんでまとめましょうかね。今回実はそのネイチャーアーキテクツから出た初めての研究論文になります。でこの研究論文は何て言えばいいんですかね。まあ、やっぱりスタートアップをやってると、研究にフルコミットできなくて、なかなか研究だけやっててもいけないしピュアな、大学でやるような研究とまた違った文脈での研究をやることになるんですけど今回我々がその取り組んだ手法はですね絶対に今後そのなんていうんですかねシミュレーションやったり人類がこういうその我々が扱っているようなコンプライアントメカニズムを扱う上でのその重要な技術構成要素になるというふうに思ってます。なのでこの研究を一つ足がかりにして、まあ、他の研究者が発展してくれたり我々がさらにまた発展させたりあるいはフューチャーワーク何なのかとかっていうその結構かなり本質的な話題に踏み込んだ内容で結果を出したってところがすごく我々としても、まあ、酒井さんとの共同研究としてもすごく良かったかなっていうふうに思ってます。で今回の内容、まあ、マニアックすぎるとは思うんですけどぜひ気になった方は我々にコンタクトをいただいたり、まあ、酒井さんにコンタクトをいただいたりしてもらえればなっていうふうに思います。ありがとうございます。あじゃあ僕ですね、そうですね、まあ、今回その一緒にコラボレーションさせていただいた、中でですね、自分自身 その僕自身の役割としてはもうほとんど実装的な部分はもう須藤さんがもうガンガンやってくださってもう僕はもう論文化に徹してもうなんというかこれを外に出すっていうようなもうどうにかこれを世の中に広めていってみんなに使ってもらいたいというような思いで、まあ、コラボレーションさせていただいたっていうのがかなり大きいです。まあなんか、なんというか、まあ、感想的なことになってあれなんですけどもかなり学ばせていただけることが多かった、っていうのもあったし、僕がそのちょっと文献で調べていた境界点針モデルっていうのがここまでこんな機械学習みたいなところに応用が効くのかっていうところに新たな発見みたいなのが見出せてすごい嬉しかったですね単純に、うん、ですので皆さんどんどんこの手法に興味を持っていただいて使っていただけたらと思います。シミュレーションはやっぱり多くの人に使ってもらうっていうのが重要だと思っているので、うん、この結果が、まあ、廃れないように僕らはどんどん前へ進めていくっていう、まあ、そういう感じで今後も、まあ、続けていきたいなと思います。じゃあ最後私からなんですけども、その今回その酒井さんと共同研究させていただいて一番良かったなっていうふうに思った点としては、そのやはりこういったそのまあある種こう挑戦的な内容に関してその社内だけでこう研究を完了させるっていうのはそのモチベーションとして非常に難しいんですね。でそのオープンなかなりオープンなマインドを持ってこの酒井さんと一緒にこうディスカッションした中で。このようやく生まれた
あのアイデアであったりそのコンセプトであったりっていうふうなところが大いにあって、あの共同研究したからこそ、まあ、この成果が出たなっていうふうに、思っています。でもう一つ重要だなっていうふうに思う点としては、やはり企業体として研究をするっていうふうなことになるので、その必ず解かなければならないあの、まあ、絶対に必要になるであろう問題っていうのをかなり吟味してあの解いています。で、それでさらにその解かないといけない問題というのはその社会的なニーズが存在するので、それを利用できるところまでやりきるっていうふうなところまでやらないと、まあ、企業体として研究するっていうところとしてはなかなか厳しいところがあるので、そのただやはり最初のアイデアっていうところは その部分を意識しすぎると全く出てこないんですね。なのであのやはり牧歌的なあの考え方であったりその実用を一旦忘れてアイデアを出すっていうことはその共同研究において、まあ、非常にあの良かった点だなっていうふうに思うところと、あと執筆に際しましては非常にお力添えいただいてありがとうございましたっていうふうなところで支援させていただきたいと思います。そうですね、はい、もうこんなあの結構詳細な内容だったと思うんですけど、あのここまで見てくださってありがとうございます。この、 あの配信の内容はですね、我々の会社としてもあの我々のネイチャーアーキテクスのブログであったりとか、公式のツイッターで、またあのスポットで解析あの解説をして、まあ、皆様にあの理解いただける裾野を増やしていこうと思っているので、まあ、今後ともよろしくお願いしますっていうところで配信を切ろうと思います。ありがとうございました。